これより気候市民会議実践ワークショップ日本と英国の地域における開催事例を中心にお返しいたします。私は本日午前の司会を務めます、それでは初めに。 あの主催者を代表いたしまして名古屋大学大学院教授気候民主主義プロジェクト代表の三上伸之先生より開会挨拶を申し上げます三上先生よろしくお願いいたします皆さんおはようございます、えー、名古屋大学の三上です、えー、今日のワークショップはですね、えー、IJS 地球 環境戦略研究機関と、えー、環境政策対話研究所 IDEP ですね、えー、とともにあの気候民主主義に関する可見費の研究プロジェクトがあの主催をしておりますけれどもあのその代表を務めております、えー、今日はあの年度末ですけれどもあの大変お忙しい中、えー、気候み市民会議、えー、実践ワークショップにご参加くださいまして本当にありがとうございます、えーまあ、気候市民会議があのヨーロッパの国とか自治体で広がり始めて、えー、今年で5年になります でまあ、日本でも2020年以来すで、えー、に十数地域で気候市民会議が開かれておりますで、まあ、気候市民会議というのはあのこちらにお集まりの方にはもう改めてご説明するまでもないんですけれども、えー、社会の縮図になるように無作為に選ばれたあの一般の人たちが十分な情報に基づいて、えー、熟議をあのしまして気候変動対策について熟議をしましてで政策提言をするという方法ですで、まあ、脱炭素社会に向けての本格的な転換というのが えー、本当に幅広い社会的合意を図りながらでないと進められないと、まあ、そういうこう認識が広まりつつあって、まあ、それを進めるための一つの方法として、えー、この気候市民会議がヨーロッパでもそして日本でも、えー、広い期待を集めていると言っていいと思います。で、まあ、ただあのこの気候市民会議がですね実際に活用される際には、まあ、その在り方っていうのは非常にあの多様です。で、まあ、それぞれの国ですとか、それから同じ国の中でも、えー、まあ、自治体地域ごとに大きく異なります。 で私は、気候市民会議の研究とか実践に、えー、まあ助走期間も含めると、6年か7年ぐらい、もう関わってまいりましたけれども、この気候市民会議の使い方っていうんでしょうかね、まあ、これにはあの簡単にマニュアル化できない部分があのかなりあるように感じております。で、まあ、実はまあちょっとそこから進んで、ですねこの気候市民会議っていう一つの道具、ツールをですね、 あどのようにこう使いこなすかっていうことをまあ関係の方々がそれぞれの地域でまあそれぞれの場で共にこう試行錯誤していくっていうまあそういうプロセスにこそまあ実はその一見遠回りのように見えて、えー、まあ持続可能な社会への転換に向けた大事な参加とかの共同の機会っていうのがあるのではないかなというふうに思っております。まあそんな意味でですねあのすでに気候市民会議をあの経験された方、えー、開催された方ですとかそれから参加者、えー、協力者として関わった経験をお持ちの方 それからご自分の地域で気候市民会議を開いてみたいと考えている方を交えて、それぞれの地域での経験を交流しながら議論する機会を作ることで、気候市民会議のさらに有意義な活用につなげられればと考えました。これが今日のワークショップを企画した意図でございます。その際に、ヨーロッパでも特に早くから気候市民会議が行われてきたイギリスの経験と照らし合わせて、 えーまあ、その共通点とかですねあの違いについてお互いに学び合って議論ができると、まあ、得るところが大きいんじゃないかなというふうに考えましたでそこで今回はイギリスの入荷する大学からスティーブン・エルスタブ教授をお招きいたしました、えー、エルスタブさんは気候市民会議の実践へのアドバイスですとか評価に懸念て、えー、図書から深く関わっていらっしゃいますヨーロッパと、えーまあ、イギリスにおける気候市民会議の第一人者でいらっしゃいます でエルスタブさんにはお忙しいスケジュールの中、あの今回日本までお越しいただきました。本当にありがとうございました。で、またイギリスダラム市の、えー、持続可能性炭素気候変動チームリーダーのマギーボサンケットさんにも、えー、まあ、これ9時間あの時差があるんですけれども、今回オンラインで議論に加わっていただいています。で、今日は特に後半のディスカッションの部分を中心にご参加をいただく予定です。ボサッケットさんにも、えー、厚くお礼を申し上げます。 で、今日は、あの、お昼頃まで、えー、講演と、それから報告を、あの、全体で聞きまして。で、国内外の気候市民会議の事例を共有いたします。で、その上で、午後は、えー、今後、日本において、気候市民会議を。より有意義に活用していくためには、まあ、どうすればよいかということを、まあ、皆さんと一緒に議論をできればというふうに思っております。まあ、非常に長丁場になりますので、まあ、あまり、あの、構えずにですね、ぜひリラックスして、えー、楽しみながら、ご参加いただければと思っております。 最後になりますけれども、本日および前後の研究会なども含めまして、今回の気候市民会議と気候民主主義に関する日英間の学び合いのイベントをともに主催して、実現のためにご尽力くださった公益財団法人地球環境戦略研究機関、並びに一般社団法人環境政策対話研究所の皆様方に心からお礼を申し上げます。開催にあたりましては、可決費に加えて、台湾日英基金、並びにグレートブリテン笹川財団からの助成もいただいております。ご支援に感謝申し上げます。 そして本日、事例報告をいただきます所沢市、厚木市、そして逗子市、葉山町、つくば市の市民会議の主催者や関係者の方々、また神奈川県庁をはじめとする関係者の方々、そして会場やワークショップ運営をお世話いただいていますパシフィコ横浜と通訳などの運営支援者の皆様に厚く御礼を申し上げます。それでは、今日1日よろししくお願いいたします。 三上先生ありがとうございました。続きまして、あの協催者である公益財団法人地球環境戦略研究機関アイジェスの高橋康夫より開会挨拶を申し上げます。高橋さんよろしくお願いします。皆さんおはようございます。アイジェスの所長をしてます高橋とおり、ま、申します。よろしくお願、ね、い申し上げます。 きょうはあの本当にあの皆さん、難し,しい中あ、多くの方にご参考いただきまして、ありがとうございます。えー、共済者を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げたいと思いますあの。もう皆さんご案内のとおりでございますけれども、この気候市民会議につきましては、えー、2019年から2020年にかけて、英仏で開催されたこの市民会議を端緒として、えー、主に欧州の複数の国で、 実施をされてきておりまた特に英国では地方自治体の気候非常事態宣言を受けまして自治体レベルでの気候市民会議が開催されその結果を反映させた温暖化対策計画が幅広い合意を獲得するという事例が増えてきたというふうにお聞きをしております。 振り返って日本におきましてはですね、2023年12月時点、末時点で、東京都、京都市、横浜市をはじめとする1013の自治体が2050年までに二酸化炭素排出実施ゼロ、カーボンニュートラルを達成するというふうに表明をされております。ほとんども全国をカバーしているという状況でございます。で、それを達成するために、脱炭素戦略を策定し、実施しようとする。 とととということで英国と類似した状況があるというふうに考えておりますその中で、気候市民会議につきましても、札幌市や川崎市などで試行的な取り組みがあり、それを受けて、目指蔵野市や所沢市など、英国と同様に、超自治体主導により、公的に気候市民会議のアプローチを採用し始めた自治体も現れてきております。今後、より多くの自治体において、市民と連携をして対策を進めるという動きが広がっていくと。 いうことが期待されておりますけれども、え、こうした自治体に向けて、気候市民会議に関する情報の提供や、多様な実施方法の確立が有用ではないかというふうに考えております。また、こうした気候市民会議における学習や熟議の経験を経て、温暖化対策の重要性に気づき、自らが参加した会議の提言を自主的にフォローアップする市民グループも現れておりまして、まあ、行動変容という観点からも。 注目でききすべき取りり組みだろうと考えておりま,すまた、IPCC の第6次評価報告書、第3作業部会報告書におきましてもです、ねえー、気候市民会議ははについて、課題はあるが、最新の革新的取り組みとして紹介をしております。他方国内外の双方において、気候市民会議は、まだ展開中のものも多くございまして、えー、国内外の事例を継続してレビューをし、 関係者とと共有していくといくうことが今後さらなる展開には不可欠であろうと思いますこうした点に考えまして、今回、英国における第一人者として、全国規模で自治体での気候市民会議の開催に深く関与されてきました、ニューカッソル大学のスティーブン・エルスタブ先生をお招きいたしまして、気候市民会議に関わる、これまたこれからの関わろうとしていらっしゃる皆様とお議論をする機会を持つということは、大変、えー、時期を得たものであるといううに考えております。 今回、このワークショップの企画を提案いただきました、名古屋大学の三上先生、また、気候民主主義の日本における可能性と課題に関する研究プロジェクトの関係者の皆様方、また、年度末の大変お忙しい中、本日ご参加いただきました皆様方に改めてごごりお礼を申し上げます。私ども、イジさスにおきましても、2019年度にフランスが実施した気候市民会議について聞き取りを行った後、 環境省の委託業務におきまして、2021年度に A2 の国レベルの気候市民会議について、また2022年度にはスコットランドおよび英国の自治体で実施された気候市民会議について、また2023年度につきましては、気候市民会議を含むミニいわゆるミニパブリックスについての調査を行ってまいりました。 また、2022年度には、署内の研究試験を活用いたしまして、欧州での公市民会議の実施後に、作成されたさまざまなガイダンスの読み解きと、日本への紹介も行ってまいりました。こうした文献調査や、欧州の研究者、実務者に向けてのインタビュー、ウェビナー開催など,でなどを通じまして、えー、本日の共催者でございます、名古屋大学の三上先生や、環境政策対話研究所と連携をさせていただいてまいりました。 加えて、えー、本日これからの会合でも紹介があるかと思いますけれども、私ども、アイ e スの専門家を川崎、所沢、逗子、葉山、厚木、青葉の各地域の気候市民会議に派遣をさせていただいたり、また、ちょうど今日から1週間後の3月20日から開始をする杉並区の気候市民会議の企画にも、私ども関与させていただいております。さまざまな形で、えー、気候市民会議に関わってきております。 本日の会合が気候市民会議に関わる皆様方の議論を活発活性化し気候市民会議の日本での健全な発展につながっていくということを記念いたしまして私の会議会のご挨拶に関していただきたいと思います本日はよろしくお願い申し上げます高橋さんありがとうございましたそれではニューカッスル大学のスティーブン・エルスタブ先生に基調講演 英国と欧州における気候市民会議の最新動向をご講演いただきますエルスタブ先生についてあの少しご紹介させていただきます。エルスタブ先生は英国政治、特に参加型民主主義や熟議民主主義とその環境政策における役割を研究されてこられました。英国議会が主催した全国規模の気候市民会議。 スコットランドの気候市民会議に関する研究、評価をリードされたほか、農村部隊員の気候市民会議の監督パネルの委員や、オランダ政府主催の気候市民会議のアドバイザーを務めるなど、気候市民会議に関する研究、また実績において、世界を代表する専門家の1人でいらっしゃいます。 この機会に皆様方にエルスタブ先生をご紹介できることをとても嬉しく思っておりますしまたあの私自身とても楽しみにしております。それではエルスタブ先生どうぞよろしくお願いいたします。 Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。三上先生、ありがとうございます。i j s の皆様方、本ワークショップを主催いただきまして、ご招待いただきまして、どうもありがとうございます。大変興奮しております。皆さんご参加いただきまして、どうもありがとうございます。日本におけるあの気候市民会議のことを聞かせていただくのを大変楽しみにしております。近年におけます、欧州の進展ということでお話しさせていただきます。まず なぜ気候、市民関係は重要であるのかということ、またどのようなロジックがあるのか、論理があるのか、またオーシュにおける傾向がどのようなものであるのかというお話をさせていただきまして、教訓及び今後どのような方向に向かっていくのかということをお話しさせていただきます。So まず最初に市民の巻き込みそれから気候全般に関するお話をさせていただきます。これまで気候変動の議論は市民は見物人という形で主に政治家に携わるものが関わってきました。 あの特に気候問題に特定のグループの代表が、あその参加がかなり限定的でありましたと申しますのも、市民のエンゲージメント、巻き込みがあることによりまして、気候変動に起因する課題に対する市民の理解を高めることができますしまた、気候変動、対応に必要な政策への市民の同意を強めることになりますし、より野心的な政策立案を可能とします。 合理的で公正な決定へとつ,ながりますつまりコンセンサスといたしまして気候変代を市民を巻き込んだ形なくして意味ある形で対応はできないというコンセンサスが生まれていると言えるのではないかと思っておりますただ言うほど優しいことではありませんかなり多くの課題というのが政治的参加にはありますまた市民のエンゲージメントにはあります まずさまざまな方々がいらっしゃるさまざまな特徴がありますそれをいくつか挙げたいと思っておりますまず参加者の人口混成に隔たりがあるとあいうことです最も政治的に活発な方々というのがあ参加している他の方がかなり少数であるという偏りがありますこれは問題があります構造的な誰が参加して誰が参加していないのかということがあります 階級であったり教育であったり人種であったりえより教育水準が高い人の方がより政治的に活発であるということがありますまた知識が不足しているということがあります気候本来それから気候に対する対策に対する知識が不足しておりますまた自分の意見が違いをもたらすということはないだから知識を得る必要はないというふうに思ってする人がありますそれが世論にも表 現れておりますですので、なかなか意見というのを表明しない、本当の声を上げないということがあります。それから実際に参加している人であったとしても、なかなか閉鎖的である、また新しい考え、新しいアプローチというのを自分のやり方と違う人を受け付けないということもあります。政治の話をする場合、政策の話をするとき、また気候変動のような課題を話す場合。 自らのネットワークにとどまってしまう、またすでに合意を取れている方、同じような考えを持っている人に限られてしまう、逆側の意見を聞くということがなくなってしまうという傾向もあります。問題は、市民を巻き込むエンゲージメントというだけではないです。それから、大一線民主主義の制約が気候変動に関しましてはあります。 こちらは政府だけで対応できるような問題ではないです。構造的な問題というのもあります。どの政党が政権を握っていたとしても、またどの政治家が主導していたとし,た,したとしても、このような構造的な問題というのは残っております。と申しますのも、やはり投票への動機づけというのがその根底にはあるからです。あうん 世論を意識すするからでまたメディアでよく取り上げてもらい,てもらいたいということがありますメディアナラティブという課題もありますしまたさまざまな業界のロビー活動というのがあります、うん、気候変動の対応ということですそれから気候変動の遅れという言説という問題もあります。 先にやればいいじゃないか、今やる必要はないというふうに思いがちです。長期的な問題というのがなかなか手をつけられていない、短期的なものに集中しがちということがあります。その一つの事例であります。現在の現主イギリスの首相でありますけれど、あのこちらはグリーンの ブリーフケースを持っておりますグラスゴーにおいてのことでありますけれど活動的にかなり自分は機微な政治家であるということを示している写真であります。ただ首相として実際そのような行動というのは見れておりません。 気候の立法措置を見てみたとしても、例えば北海での掘削活動などの強認化が与えられたということがあります。ですから、労働党とはかなり一線を隠そうとしております。自ら選挙に勝つためです。労働党の方は気候アジェンダに対応しようとしている。そこでは違うのがあります。こだからこそ 気候市民会議が解決策の一部となってもらいたいというふうに思っているわけです。解決策の一部だけではない、それ以上のものを期待しているわけです。 では、どのような会議であるのか、まず市民によるあの会議のこれは一種であるということです。さまざまな法的な道筋を経ているものであります。政策の延長線上にあるものではありますけれど、ある特定の気候ガバナンスの側面に着目した会議であります。また、多様な市民の代表が参加しております。 無作為で中粛された市民に参加してもらう、つまり社会の縮図というような形で参加してもらっているというものです。うん、市をもととにしているといるうことですつまり 選定される確率は平等であるということです立法措置という意味でもそれは重要になりますそれから長期の研究に世論を反映させるという必要があります全員の,あの意見を聞くという必要もないですサンプリングが正確であればいいです例えばシェフがスープ全部を飲む必要がないと どの程度の塩こしょうであるのかというのはちょっと味見をすればいいそれで本当にもうちょっと味付けが必要かどうかというのが判断できるそれと同じようなものになります。 それから政治的な参加の障害を低くするという意図というのがあります先ほど申し上げましたあの時には優勝であったり宿泊費ですとか移動費それから育児用の手当が支払われるということがあります。 それからバランスの取れた情報が提供されるということがあります。うん、専門家の意見を聞くことができます。承認としてです。それからさまざまな検討対象になっている課題の情報を与えられます。それから議論がファシリテーターが入って行う。そして塾、企業を参加者の間で行うということです。包摂性ということも重要であります。全員発言してもらうようにします。また、お互いの、うん、意見を聞くようにします。また 提言をできるだけ正当化するしうるものと必要であると思っております。また、政党的なつながりも重要であります。例えば政府であったり、議会であったりそうです。そうすることによりまして、それが政策として取り上げられる確率が上がってくるからです。では。 これがなぜ気候変動の助けとなるのかということです。さまざまな見解を持ったさまざまな方に参加してもらうということが重要です。例えばイギリスですけれどサンプリング対象となることは異なる気候変動に対する、うん 方々に参加してもらいます非常に否定する方それから会議的な方深く関与しているような方々に参加してもらいますこの抽選というような形で参加してもらいますから決してステークホルダーではありませんですので非常にオープンな形で他の人の意見を聞く対応してくれるそして新しい情報にも対応してくれますまた塾議の場でもあり学習の場でもあります。 プロセスを通じて意見が変わっていくということも多々あります。またこうした意見が変わっていくということがその後々の提言へのつながってきます。先ほど政治体制のお話をいたしました、長期的な課題、例えば気候変動などを優先順位を上げて、このようなプロセスであると対応することも可能となります。以上が概要とというこにになりますでは次に 欧州の経験のお話をさせていただきます。O E C D ですけれど、あのこれまで熟議のプロセスというのをトラッキングしております。どのようなあの課題を検討対象としているのかというのがあります。環境というのがまず第一の課題として挙げられております。これは気候市民会議を超えた広範なものです。そしてこれは熟議のプロセスということになります。かな こちらがテーマとしてよく取り上げられるものとプロセスとしてというものをこちらに挙げさせていただいておりますそれから実際気候市民会議を欧州全域でより活用されるようになってきておりますイギリスのグローバルアセンブリーであったりアイランドスコットランドドイツデンマークなどなどのロゴもこちらに記載させていただきました、うん クノッカでですすすけれど気候市民会議に関する知識ネットワークですこのようなネットワークご存知のない方もまだいらっしゃるかもしれませんけれどぜひウェブサイトを見てご参加いただければと思います。このウェブサイトにおきましてはさまざまな気候市民会議の情報があります。赤で示されているところですけれどこちらがローカルの市民会議、それから国レベルのあの。 会議が赤となっており、あ、いろ、黄色となっております。北部、北欧、それから。南欧、東欧、とうとうと、広がっております。欧州全域をカバーするに至っております。で、なぜこのような傾向が見られるようになったのでしょうか。まず、第一に、気候というのが、今やますます。課題になっている、例えば、I. P. C. C. においても。 1.5°C 以下にその気候、気温上昇をその抑えることは難しそうであるというようなことも言われており、その結果、今やますます気候というのがテーマとして取り上げられるようになりました。また、民主主義が確立されているところにおいては、今、政府に対する信頼、あるいは政治家に対する、あるいはいろいろな気候、議会に対する信頼が低下しています。代表性民主主義において そういった信頼が下がっている、その結果、人々は代替案を求めているのです。長期的には、これはそのアイルランドのこういった市民会議の成功ということも言えるのかもしれません。何もかけて、そしていろんな問題を取り上げてきました。一番注目すべきは、例えばその、いわゆるゲイ同性の結婚とか、あるいは中絶とか。 こういった問題などに関しても、このアイルランドの国民投票も行われました。これがいろいろと知られるようになり、そしてそれがその結果としてこの市民会議の成功と知られるようになりました。また、その社会的な運動というのがあります。いわゆるその判断の絶滅というか、エクスティンクション・レベリオンと呼ばれているものがあります。で、これもまたその重要な抵抗運動の一つで、その下にある写真ですが、 これはそのエクステンション・リベリアの人たちが英国のその会員議会でこのような婚姻活動を行っているという状況です。さらに今、市民とか実践家などがヨーロッパ全体においてますます関与し参加するようになっています。で、当局としてもこういったプロセス、特に気候の問題に関して参加を求めるようになっており。で 市民気候会議というのがその一つのモデルになると考えそこでまた人選化なども参加してこういった気候市民会議というのがヨーロッパ全体に普及するようになりましたまたもう一つはこのいわゆる自治体が国の中でも近いところにあるその自治体とそしてヨーロッパの国民国家の近さというのがありますつまり政策を伝えるにあたってもあると当局が何らかの政策を作ってそれを伝えていこうとなれば その当局に近い自治体においても、またそれが採択されるということになります。つまり、そのような形で民主的にこの政策が伝られてきます。ロンドンがいい例です。英国のロンドンですが、最初にこの市民疫痕会議をどのように開くかというのことをロンドンにおいて検討し始めて、そしてそれをやるべきだということになり、で、 これが実現されるようになったと、これはやるべきだということになりました。で、その結果として、これがどんどん普及するようになりました。またもう一つのその動機となっているのは、この市民気候関係に関連しては、当局としても、もっと市民に対して気候変動に関しても影響を及ぼしていきたいと考えています。もっと進歩的な政策をこのような分野で取り入れるにあたって、 市民機構会議があればその線路を変えることになるのではないかと考えています。つまり市民に対して影響力を及ぼすべくこういった市民に影響力を及ぼす方法の一つとしてこういった市民機構会議が使われているということです。ということからこのようなものが実現している。でそこでどういう特徴があるのか傾向があるのかということを見ていきますと。 かなりこれは一般化した、普遍化した形ですので、もちろんこういったところから外れているものもありますが、一般的に見られる特徴を示しています。この写真というのはスコットランドの気候市民会議で初めて行われたものです。まず、この市民公会議のフォーマットとしてもよく知られているものが使われているということ。これはまた先ほど申し上げたその定義にも 沿った形のものもであり改めてここでは申し上げませんがしかもその中心となるのは適応よりもむしろ緩和という方ですそしていかにネットゼロを実現するか管理後半の視野から気候変動に取り組もうとしておりますそしてただこれは一回きり何か特別なその会議という形で招集されて継続的に行えるものではないというような傾向もありますでどういった成果が今まで上がっているでしょうか これもやはり全般的な一般的な結論ですがまずさまざまなグループが集められましたその人口動態的にもその気候変動に関しての特定の姿勢ということであってもこれも多種多様でありましたそしてこのほとんどの場合においては包摂的でそしてお互い尊重するような討議が行われてきましたこういったフォーラムにおいては気候変動なんて信じないという人も参加します またこれに懸念を持った人もいます。そして、そういったさまざまな意見の違いがある中で、お互いに議論し、お互いの立場を尊重するということが達成されたのです。また参加者の知識も、また気候変動に関して、脱炭素に関して、拡大する、改善されることになりました。またその達成可能性に関して、ネットゼロについても、もっと前向きな形でこれはできるという、そういった考えに変えてきました。私は気候科学者ではありませんが、 果たして実際にそれをネットゼロを達成できるのかどうかただこれに関してその提言勧告を検討する側としては専門家である必要は必ずしもありませんこの現状と比べてこれが実現できるかということに関して提言というのは野心的である傾向が多いわけですでこのように共通性がある中で一方ヨーロッパ全体でもいろいろな違いもあります 先ほど申し上げましたけれども、かなりその広範な参加があるということで、まだまだこの任務ということに関しても、かなりその幅、変化があります。例えば、市民社会の中で、その気候、市民社会に参加する人、あるいは政府、議会の関連者、アドバイザリーボード。 こういった人たちはそのプロセスに関して提言をしていくわけですが場合によってはその会議の参加者自身がまたそこに意見を及ぼそうということもあります。またそこで提供されるエビデンスとか情報に関しても多種多様であることがあります。そのスコープまた注目する点またどういうフォーマットでその情報を発信しようとするかということに関してもです。 プロセスの設計、またファシリテーションのやり方も同様です。さまざまな形が存在しています。また期間、実習期間もそうです。週末に2、3回やるというところもあれば、何ヶ月を1年とやるところもあります。従って予算もかなり違います。ガバナンスに関しても、公務員が参加し、 政府関係者が参加することもあるあるいは議会関係者また実際の実践に関わっている人たちあるいはその市民会議のメンバー自身がそのガバナンスを行う場合もあるあるいはこういった機構の専門家とかステークホーダーとかその程度の差はあってもいろいろな人たちが関わっていることがありますそしてその広報活動ということに関してはかなり関心があり、まあ、これによって その啓発を図っていことをしていますが、例えばフランス、最初のこういった市民会議が開かれた欧州の大陸の国ですが、フランスの市民もまたこのプロセスに対して、その結果、関心が高まりました。一方、対照的にイギリスにおいて、フランスの後2ヶ月後ほどして開かれたのですが、そして第2回全国市民会議というのもあったのですが、 しかし市民はこのプロセスについてあまり知らないという人が多くおりました。また、その制度的な統合の程度も違いました。市民社会が主導して、そしてこれをまとめることもあれば、例えばドイツなどそのような例ですが、一方トップダウンな形で、例えばフランスの事例のように、またデンマークなどもそうですが、トップダウンの形で統合されたこともありました。議会政府 場合によってはその大統領とかそういったところまで関わってその統合に行われていくということもありその結果としてそこで出てきた韓国提言というのの政策への採用というのも違いがありました全く影響がなく全く採択されていないということもあればかなりの比率で採用されているまたその中間というようなことがありますこの写真というのが この制度的統合の問題というのを表しているかもしれません。これはトラス当時の首相ですが、短期間首相を務めました。これはエクステンクション・レベリオンが出したもので、この気候に関しては市民会議で決めようというような、そういったまあ抗議の一環として行っているものですが、こういったものもあれば、これ、英国の議会の外で、 こういったものをやっており、また社会的な運動、また政府、議会、こういったものがすべてこれに注目し、いろいろな取り上げ方をしました。<laughs> 制度的統合ということに関して言えば、今、ますますこの問題解決を図り、そしてなんとか提言がその、 政策に反映されるようにするために全くされていないというような状況もある中でいかに改善を図るかということでその一回きりというようなことにすれば、まあ、この今までのところ欧州の経験があるわけですがこれをもっと恒久的なものにしていこうとその政治的な制度の中に組み込まれているような事例というのもあります。 これがもう少しその重みを持ってそうなれば政治家としても無視することができなくなって臭いものに負担ができなくなっているというような状況があります。これはブリュッセルの気候会議で1年ちょっと前に始まりました。で65人から100人ほどが参加しています。でこれは輪番でローテーションで交代します。でブリュッセルにおけるその気候政策に関してまずこの 主催者がそのテーマを選び、その後は、その交代したメンバー、前にその入っていたメンバーがそのテーマを決めるというようなことが行われていました。で、また政府がその提言にどのように対応したかということも含めてモニタリングを行います。これは期待の持てる展開であり、今これについての検討、研究も行っています。一体どんな影響効果をもたらすかとということは今 注意を持って、まあ、注視しているところです。ということから今まで欧州の経験に基づいてどういったことを学ぶことができたかさらに将来の方向がどうなるかというのを考えた時、まあ、一部は予測であるものもあれまた中にはそのこういうことが実現するべきであるという必要なものというのもあります12点あります。 まず欧州でいくつかの事例がありましたが、それをもとに考えますと、気候に関して市民会議というこのモデルは有効であると、その条件が整えば、有意義な形で市民もこの気候変動の問題に取り組むことができると、今までは会議的だった人たちも取り組むことができるというものです。また、この気候会議のモデルというのは、いろいろな国、あるいはいろんな状況の中に、これを導入することができます。 その自治体レベルもあればグローバルのレベルまでこれ上げていくこともできますいろいろな国あるいは大陸において日本においても違った文化的な背景の中でもこれが生まれていますこのような普及が世界中に見られるこの状況は維持していかなければなりません今アジアにも広がってきているまたアフリカラテンアメリカ北米にも広がっているということが望ましいと考えられます またもっと国境を越えた国際的な気候会議も必要です。反ヨーロッパ気候会議というのがありますが、もっとそういうものが必要です。気候変動というのはグローバルな問題です。ですから、世界的なグローバルな対応も必要です。グローバルな課題として対応していくことが必要です。従って国際的な気候会議というのが必要です。また、特に課題の多い点としては、その範囲と時間。 私の研究において、ヨーロッパにおいて多くの問題というのは、その範囲と、そしてこの問題に取り組むために与えられた時間というのがあっていなかったということがありました。やはりその時間というのはその範囲にあったものでなければならず、またその逆も真なりです。この点は変えていかなければいけない点です。また特に 気候を会議において緩和適用ということですが緩和の方に注目が集まっていると申し上げました。しかし適用、それでこの1.5度以下に抑える、そしていかにその変化に対して対応、適用しているかということも含めて取り上げていかなければなりません。どうすれば適用とそれから制度的な問題、 制度の変更とといいうことも含めてて取りり上げていく必要がありま,すまたもっと民主化する必要もあります。会議体のメンバーがもっと発言権を持ってもっとコントロールできるようにしていかなければいけない。自分たちの意見を発信していくことができるように。そしてその人たちが決定をしていく。そしてこういった市民に対してのエンパワーメントを行うことでその機構会議の 成果というのももっと自分たちが考えていたよりも正当な望ましいものになってきます。もちろんこの機構会議だけで全てが解決できるわけではありません。どういう形でその例えば参加する人たちを選定しようとしてもせいぜい150人とか100人、200人といったようなその一部を抽出したに過ぎないわけです。もっと広範に市民を関与させていくことが必要です。そのためには 何が必要かというと、他のやり方、他の道も検討する。どうすれば市民が参加して、例えばその提言を支持することができるような情報をどうやって普及させるのか、どうやって市民をもっと関与させていくのか、またこの気候会議というのを、もうすでに気候関係で存在している、その他のやり方とも統合化していくことが必要です。また、その広報活動、コミュニケーションも改善していかなければなりません。 でこれからも続けていかなければいけないものですからそれだけのリソースとかあるいは注目を集める中でもこれが質の高いものでそしてそれが広げられていくようにつまりリソースそして注目ということであってもその気候会議というのを広く社会に知らしめていくということが必要ですそして 究極的にはこういった気候変動というのは、その制度化され、そしてそのブリュッセルの場合のように、この社会に組み込まれたものにしていかなければなりません。政府がその成果をどのように取り上げるかということも含めて、こう実現していく、その政治化されることなくということです。そして私の懸念としては、ただこれが一過性の傾向に、えー、一つの傾向、あるいはトレンドになって終わってしまってはならないということです。 しかし、気候会議が日本にも到達しているというのは私はとてもワクワクしています。日本はイノベーションが有名、そしてまた細かいところにもその気配り、目が行き届く国です。ですから、ぜひこれをもっと確信して、そして改善していってほしいと思っています。そしてオリンピックリレー、聖火リレーのように今日本にも聖火が渡ってきたのだというふうに考えています。私からは以上です。もし関心があれば、 こちらにこの気候下限についてのいろいろな参考文献が出ておりますまた英国スコットランドあるいはグローバルアセンブリーのレポートそういったものも出ておりまたその要約版などもありますえそしてぜひこういったものを皆さんとしても参照していただければと思っておりますどうもありがとうございました 日本の私たちにとって、とてもあの示唆に富むあのご講演をいただきましてありがとうございました。thank you very much。それでは続きまして、報告1。日本における気候市民会議の開催の動向につきまして。 名古屋大学大学院教授、気候民主主義プロジェクト代表の三上先生にお願いします。三上先生、よろしくお願いいたします。三上、はい、どうもありがとうございます。アネルスタブさん、どうもありがとうございました。えー、と改めましてよろしくお願いします、えー。気候民主主義プロジェクトの代表と、それからあの非常勤で環境政策対話研究所の理事もしております。名古屋大学の三上です。 えと私からは日本における気候市民会議の開催の動向という題目で、えー、10分弱お話をさせていただきますで私の後にアイデップ環境政策対話研究所の稲田元子理事がお話し,しますけれども稲田さんからはです、ね、こ,のこの間です、ねえー、複数地域で、まあ、異なるタイプの気候市民会議があのこちらの神奈川県であの開かれているんですね、まあ、そのユニークな動向をご報告いただきます で、あの、それに先立って、私の方からは、えー、まあ、日本における気候市民会議の実施状況を。えー、まあ、その、まあ、いわゆる前史って言うんでしょうかね、その背景的なものも、あの、少しご紹介しながら。あの、ごくごく簡単にお話をしたいと思います。で、気候市民会議は、あの、一般から無作為抽出などの方法で。社会の縮図を作って議論する、まあ、ミニパブリックスという、えー、市民会議の方法を。 気候変動対策の議論に応用したものですけれども、でまあ、この社会の縮図を作って議論するミニパブリックスというあの市民会議の,あのやり方自体はですね、まあ、大体50年ぐらい前から、えー、特にヨーロッパとか北米を中心にあの使われてきてまして、まあ、1990年代からは日本を含む世界各地で、えー、広くも、まあ、用いられてきたものであります。でまあ、日本でもですねこのミニパブリックスというのが1990年代の後半から えまあ環境問題を含めていろいろな政策課題に使われてきました。それでえっ、ー、とこちらのスライドがまあその歴史っていうのをかいつまんで一枚にまとめてみたものです。で、まあ科学技術政策ですとかね、それからあの科学技術コミュニケーションにあの関心を持ちの方は名前を気になったことがあるかもしれませんけれども、コンセンサス会議というやり方があのミニパブリックスの一つの手法としてあります。で、日本では1998年に 遺伝子治療をテーマに最初に行われました。ですから、まあこれがあの日本で初めての本格的なミニパブリックスとあの言えると思います。で、その後2000年代に入ります。と市民党議会というまあ日本独自のミニパブリックスのやり方が生み出されましてで、これがあの今も続いてますけれども、各地の自治体で開かれるようになります。そしてまあスライドの中ほどにあります。2006年から2007年には北海道庁が公式に主催をして。 遺伝子組み換え作物の栽培に関するこれ一般道民のあの市民会議これもコンセンサス会議の方法で行われたんですけれどもまあこれが開かれましてでこの市民会議の結果が、えー、北海道の条例の見直し検討に発用されるというような動きもありましたでさらにですね福島第一原子力発電所事故の翌年2012年にはこれは日本政府の主催で、えー、原発事故後のエネルギー政策環境政策をあの日本日本全国から無作為に選ばれた 市民がが議論論論する討論型世論調査というミニパブリックスが行われましたそしてですねちょっと前後しますけれども2009年と2015年にこれはちょっとあの世界的なというか国際的な動きなんですけれども気候変動問題に関して世界の何十箇所とか、まあ、100箇所近い場所で同時に100人規模のミニパブリックスを開きましてでその結果をこうまとめて国連の会議に届けるという世界市民会議っていう取り組みがありました。 でこれはあの世界中で行われましたので日本でも2009年の会議は京都で,で15年は東京都で会議が開かれましたで、まあ、の今イギリスをはじめとするヨーロッパの動きにも学びながら日本で寄公市民会議を開く動きというのが急速に広がってますのは、まあ、こういったあの20年以上の経験の上に可能になっていることであるわけです。 でまあ、こういうあの前史を踏まえまして、えー、まあ気候市民会議のようなものをやってみようという動きはですねおそらくあの助走的なものを含めますと、まあ、日本でも78年ぐらい前からあ,のあったというふうに言えると思います。で、まあ、このスライドの一番上に書きましたのは、えー、と私あの東京大学の江森聖太さんのグループが、えー、気候変動を含む地球規模かつ超長期のリスク問題みたいなまあ言い方をしてるんですけれども、まあ、そういったテーマについてのミニパブリックスの応用について。 新しく研究プロジェクトを立てて動き始めましたのが今から6年前もう7年前になりますかね2017年でそれからその翌年2018年からは IDEP の方でもヨーロッパの脱炭素トランジションですとかそれから気候市民会議の動きについて継続的に調査をするプロジェクトが2018年から動き始めます。 そして2020年に、えー、我々のグループが気候市民会議に、まあ、特に特化した家計議のプロジェクトを立ててでその一環として、えー、札幌での気候市民会議をあの行いますでさらにあの21年には、えーまあ、さらに本格的な気候市民会議がこの後は皆、ね、田さんからお話がありますけれども川崎で行われます。 でえー、これと並行して、の ISES の方でも、先ほどあの高橋所長の方からお話がありましたけれども、えー、ヨーロッパの気候市民会議に関する調査ですとか、それから定例の,あの研究会なんかが始まるというような動きがあの出てくるわけです。でそして2022年度、えー、おととしですけれども、えー、入りますと、東京都武蔵野市、そして、えー、このあと、藤さんにお話をいただきますけれども、埼玉県所沢市で国内第1号となる、えー、行政が公式に主催する気候市民会議が行われるという流れになるわけです。 で、えー、今年度はですねちょうど、えー、来週の水曜日あの春分の日にあの東京都杉並区の気候区民会議がスタートしますけれども、えー、これを含めますと、えー、少なくとも今年度、えー、10の地域で気候市民会議が行われるという、まあ、展開になっております。 でえー、と次の資料の,あの次のページにはあのもう少し詳しく会議の名称ですとか、えー、それからあの主催者ですとか、えー、参加者の情報なんかも一覧にしてありますので、えー、後ほどご参照ください。で今日の,あのこの会場におよそ100人の方がお集まりくださってますけれどもあのこちらの,あの15の会議のうち、えー、とおそらくですね13会議か14会議、まあ、ほとんどすべての,あの会議の関係者の方々 あの集まりいただいてます。まあぜひあの活発にご,ご交流をいただけたらと思います。さてそれであのこの3年ほどの間に開かれたまあ15の市民会議これを外観いたしますとえ開催主体ですとか目的に応じてまあ多様な展開があるということにまあ非常にあの改めて印象づけられております。でまあここではちょっとやや強引にですね大きく3つに分類をしてみました。 でまあ、まず第一は、えーまあ、行政主導型とでも申しましょうか。あの、行政主催型と言ったらいいでしょうかね。今日の,あのご報告の中では、えー、所沢市の町、ま、ごとゼロカーボン市民会議があの典型的ですけれども、行政が主導して主催をしてで、結果を自治体による気候変動対策に関する公式の計画の策定とか改定に、まあ、直接的に結びつけていくというものです。 で第2は、えー、ここではあの市民主導共同型と呼んでみておりますけれども、えー、市民団体などがあ提案主導して行政も含めた地域のさまざ、あ、まな主体と共同して企画運営をしてで結果をこう幅広くあの用いるもので,で今日あの遠藤さんがご報告くださる厚木非公市民会議はあのこの累計にあたる、まあ、非常に注目すべきあの事例かと思います。 そして第三にここでは研究機関主導モデル開発型というふうにちょっと仮に読んでみていますけれども研究者や研究機関などが主導して気候市民会議のこう新たなモデルの開拓を試みるというタイプのものもまあこれ依然としてありましてこのあと加藤さんがご報告くださる神奈川気候市民会議員逗子葉山ですとかそれから徳田さんがご報告くださる気候市民会議つくばっていうのがまあこの性格だけではないんですけれどもまあこういった研究機関主導モデル主導型開発型っていうまあ性格を帯びたケースと と言えるかと思いますで、まあ、この日本でですねこの34年っていう非常に短い期間の間にえ各地で気候市民会議を活用することができたのは、まあ、これ何よりもそ,のそれぞれの開催地域での,あの皆様のご努力っていうことが最大の要因なんですけれども、まあ、それに加えまして これまでの日本の国内における20年以上のミニパブリックスの実践とか研究の蓄積っていうのを市民社会と行政機関それから研究者などが上手に共同して活用できたからだっていうふうに言えるんじゃないかなというふうに思いますで、まあ、そしてあの自治体政策に直接活用されるケースが多く現れているということは一つの重要な、えーまあ、到達点というふうに言えると思いますしまた研究機関などが主導してさら、まあ、なる新たな活用モデルを開拓する動きがあるっていうことも非常に重要な動きだというふうに思っております で他方で、まあ、本当にこう我々市民が当事者意識を持ってこの問題について熟議を重ねてで真の意味で社会的なそれから政策的なインパクトをこう生み出すような形でこの気候市民会議というやり方を用いていけるのかというのはまさにこれからの取り組みにかかっているかと思います。 でまあ、さらにあの気候政策、エネルギー政策ということで申しますと、えー、まあ国レベルのこう政策における参加とか熟議っていうことをまあ果たして進めていくことができるのかと、でまあ、そしてそれをこう日本社会における社会的意思決定のまあ改革、まあ、いわゆる民主主義のイノベーションということにあのつなげていけるのかということが問われているんじゃないかなというふうに思っております。 で今日はですね皆様に1、えー、日お時間を頂い,いておりますので、えー、これから午前中、えーまあ、今あのエルスタブさんの方からもあのヨーロッパの事例についてお話をいただきましたけれどもさらにあの日本そしてまたあの英国の実践事例をあの報告者の方々からご報告をいただきます。そそしして、まあその事例をまず共有した上で、えー、午後、 第2部のディスカッション、グループに分かれて議論していただきますけれどもそのディスカッションの中ではいわばその事例を対象としたケーススタディあを皆さんと一緒に行いましてで何がこれまでの実践事例の中で見えてきた成果であるのかそしてその中でどのような問題点とか課題が明らかになってきているかということを皆さんで洗い出してでそれを踏まえてこのスライドの下の方にありますように日本において気候市民会議をより有意義に活用するにはどうすればよいかと。 えー、いうことをまあ、全体であの最後ですね全体で議論をしていければと思っております。ご清聴どうもありがとうございました。それでは稲田さんよろしくお願いします。神先生ありがとうございました。続きまして報告に神奈川県の複数地域での気候市民会議の展開について政策対話研究所理事の稲田様よりお願いしたいと思います。稲田様よろしくお願いいたします。 えあの環境政策対話研究所の稲田と申します。あの神奈川県の最近の,あの政策の動向について主にお話をしたいと思います。えあのこの報告ですがあの、ここに出ておりますあの団体、あと個人の方があの実践議論されている成果の一部を抜粋を要約して報告させていただきます。 えー、あの神奈川県内の,あの気候市民会議の開催地ですがあのご存知のようにあの私も実行委員としてはあの、まあ、関わりました脱炭素川崎市民会議が2021年に行われましてでその後2023年に、えー、厚木気候市民会議 神奈川気候市民会議、山、あとあの現在あの開催中ですが田園都市青葉気候市民会議が3月まで3回を終えていましてあとあの5月までに2回を予定しています,あすえであの後ほどもあの少し触れますので簡単にあの川崎の市民会議についてなんですけれども、えー、特に数に注目してあの 申し上げますと2例目の寄港市民会議で75名が参加であの実行委員会を7名で構成いたしまして複数の民間活動助成資金と調査研究費を活用しました。 共済はあの私ども、えー、環境政策対話研究所その頃はまだ署員ではあり、ま、あの理事ではありませんでしたがあと川崎市の地球温暖化防止活動推進センターですので川崎市は協力であの基本的には民間主導ということであの実施をしましたであの無作為抽出の市民により市民提案77項目をまとめまして、えーあのまあ、これはあの川崎市の政策 形成と並走していたんですけれども、えー、提案を市,と市,と市長と市の当局に、あのー、提出しました。であの5回のオンライン開催で1回が対面開催で、えー、その中であの全体グループテーマという3つの討論を組み合わせて進めました。で会議後の、えー、候補評価あとプラットフォームを立ち上げたということで3つの活動主に3つの活動をいたしました。 でその次なんですがあの、これは一つ一つの地域についてはご報告があったり、あのそれぞれの,あのご説明が,があると思うんですが、2023年度に開催された3会議の背景についてお話をいたします。で、あのこの3つはあの川神奈川県の事業で、若年者地域向け脱炭素普及啓発業務。 という事業の,あの一環としてあのスタートしました。というかこれがきっかけになっています。で、ご担当はあの県の脱炭素戦略本部室で IDEP と i ジェ s が共同で運営受託をいたしました。であの 目的はそこに書いてありますように、まあ、地域主体の、えー、地域脱炭素化あと若者の方にあの普及啓発をするとあとはあの脱炭素の自分ごと化と行動変容につなげるということが目的で、あのー、3本の柱であの高校生向けの脱炭素教育プログラムあとはあの若者向けの脱炭素ワークショップの企画運営それと3番目に、えー、地域脱炭素に向けた地域版ワークショップの企画運営というのが挙げられていました。であのー ご説明したいのはこの地域版ワークショップの企画運営ということでえ事業の目的としては地域のさまざまな主体が参加する地域脱炭素化を推進するためのワークショップを市町村や地域団体等と連携して実施し持続的に展開可能なプログラムを策定するということが目的です。であのこの事業の一環としてあのこちらで連携を取っていただきまして逗子医師葉山 あとはあの横浜市青葉区厚木市でこれは開催支援ですがあの厚木市でされたあの部分が非常に大きいのですがあのそういう形であの3地域で実施をしましたでそして3地域で実施したワークショップの特徴としてはいずれもあの一般市民による熟議の場の創設を目指した気候市民会議方式を用いたという形になっていますそれで次にあのこの これらの会議の、えっと、展開について注目してみたいと思うんですけれどもまずあのえっと川崎市民会議は まあ先ほども申しましたが国内2例目の気候市民会議として民間主導でえそしてあの川崎市の政策策定に市民の意見委員を反映させることを目的として実施されています。でそしてあのその、まあ、運営委員会の方々の,あの頭の中にはあの日本版気候市民会議の開発を目指して各地での参考となることを意識したあの先行的 たくさんの専門家の方、ファシリテーターの方が参加してくださいました。で、あの会,議会議参加者、関係者の有志による市民提案をフォローアップするあのプラットフォームで、そのプラットフォームであの引き続き脱炭素推進のための活動を続けていこうということで、まあ、そのような立ち上げにつながりました。で、そしてあの先ほど申し上げた3自治体、地域の市民会議についてなんですが、 あのまあ、最初からあの神奈川県の事業実案の前提として脱炭素に関する意識行動が地域社会に浸透していないというまず認識がありで地域の市民による参加型の議論の場 を作ることが、その脱炭素推進の重要なポイントになるという発想があったと言えると思います。でこの発想が地域版ワークショップ企画運営の事業を通して、三つの地域の実践的な取り組みと結びついたというのが、一つの展開の特徴だと思いますで。神奈川県の目指す対話の場というのは、あのもちろん気候市民会議だけではなくて、まあ、状況やニーズに応じた様々なあの対応を含みます。 えー、でこれらの対話議論の場づくりについてはあの県の要望としては政策パッケージとして持続的に展開することが目指されているということが特徴になると思います。えー、そしてあの今度はですねあの 気候市民会議の複数開催によって、まあ、どういう広がりがあったかということなんですがあの神奈川県内の気候市民会議の複数開催についてはあの、まあ、まず一つはその神奈川県による広域的なあの脱炭素の働きかけということがきっかけになったでそしてあの気候市民会議での情報収集や提供,を通じ提供等を通じて あの各自治体、地域内での脱炭素関連の情報が発見されてであの地域の情報、脱炭素推進に関わるいろんな人材や専門家の発掘、それとその連携などがあの情報提供者としてあの促進された、要するにそういう,こう地域内での関わりが醸成されているということはあ,のあると思います。でそれと同時期のの複数開催によって4会議関係者間の えーまあ、会議前会議中会議後の,あの情報交換あと企画運営面の協力とか課題の共有等があったあの、まあ、集まってあの情報交換する機会もあの事後にもありましたであの気候市民会議はミニパブリックスの形成により社会を構成する一般市民が熟議し 市民提案アクションンプランをまとととめ、公表するということがあの、川崎の時にはあのやはやり主眼で,し,たでしかしあの気候市民会議の参加者が脱炭素に関心を深めてそれまであまり関わりがなかったあの地域での取り組みに参画することが起こればあの脱炭素の地域での人の輪を広げることができるムーブメントを広げることができるということがあります。 であの23年までに終了した会議の比較の検討ですがあのまあ、抜粋なんですが市民会議に参加してよかったと考えますか、えー、これは川崎厚木逗子飯山ともあの非常にそう思うとおおむねそう思う,のう。 の回答を合わせて90%近くがまあ肯定的な回答であったでそして市民提案が提案した取り組みの具体化に向けた活動に参加してみたいと考えますかでこれもあのまあ50%からー70%近くの,あの回答がありました。で、えー、っとですので やっぱりあのこう会議に参加しただけではなくてその次にあの何かこれに向けた活動に参加してみたいという方々があの一定数いらっしゃったということがわかると思います。であのこれらの,あのことを踏まえましてあの、まあ、このスライドについては、えっと、まず囲みを見ていただきたいんですが日本国内の気候市民会議がもたらすものっていうのは何なのか。 えー、一つはあの自治体、地域の政策や まあ、あえて言うと民主主義への影響というのが多分もたらされるのではないかと思います。え主権者としての市民が脱炭素政策にその声を反映させるあと主権者としての市民が当事者として脱炭素を意識して自分の意見を持つでその次にあのそれだけではなく脱炭素の取り組みへの,あの直接的間接的な影響もあります生活者としての市民が当事者として行動しあの脱炭素に取り組む。 あと生活者としての市民が脱炭素のために自治体地域の中でまたは自治体地域を超えて連携共同するということが、あのーまあ、もたらされるあのされているしあのこれからももたらされようとしているということが言えるのではないかと思います。で川崎市市市は当初のの政策に対して市民の声を反映させるとということが あのまずは目的でしたでそしてあの会議を終了した後にそれを継続させるその動きを継続させるためにプラットフォームとしてを立ち上げて「あの過去2」のことに取り組んだというような経緯になりますがあの神奈川県の,あの3自治体地域の会議では、えっと、まずはその、えっと、県の事業の目的もありますがあの2を目指して。 脱炭素への普及啓発もしくはその取り組みの広がりということを目指してでそれによって個人社会が変わることによって一の影響につながるつながるつなげるということが起こっているし期待されているということが言えるのではないかと思います。で簡単なまとめのようなものなんですけれどもあの神奈川県の施策はあのこういうあのこの脱炭素に関する施策っていうのは えー、まあ、都道府県レベルで行われているということでは、国内では初めてのケースなのではないかと思います。要するに熟議に関するあの取り組みとしてです。で、あの気候、市民会議を含む市民の熟議を脱炭素対策の中に位置づけて推進する。 えそのような発想のもとで、あの都道府県レベルで行われている国内で初めてのあのま挑、あ、戦的っていうのをヤギ下さんが書いてって言わ言ったんですけども、あのヤ下さんというのはここのあの台湾県の代表ですが、えっとまあ、まさに本当に挑戦的な実践であるというふうに思います。で、そしてあの気候変動対策ではあの市町村での取り組みが非常に重要であって、あの非常に活発にいろんなところであの。 まあ取り組みがされるようになってて会議も開催が増えていまり、まあ、それらはですねあの非常にこう勉強させていただくあのことができてあの非常に活発になること自体にすごくあのい,い,いいことだと思うんですけれどもあのやっぱりあのその気候変動というのはその行政単位だけで起こっているわけではないのであの、まあ、また 決まった地域だけで起こっているわけではないので、やっぱりより広域な連携や共同も必要になってくると思います。ですので、あの脱炭素に関する議論の場を点から面に広げようとする神奈川県の動きは、 あのまあ、国内の気候市民会議における、まあ、新しい試みとして捉えられるのではないかということであのお話をさせていただきました。それとあの3自治体の気候市民会議では政策への民意の範囲だけではなくてあの参加市民が会議の参加を通して脱炭素の当事者としての意識を持って地域社,社会での,あの脱炭素推進の新しい担い手として行動することがあの目標とされているということが あのまあ、最初にあの2021年に川崎で行われたところからあのまあ それ以降の会議、あとこれはおそらく神奈川県だけではなく他の地域であのされている気候市民会議もこの面が非常に重要視されているのではないかというふうに思うんですがそうしたあの国内の,あの気候市民会議のえ特徴につながるあのお話としてあのまあ神奈川県の,あのお話事例あの動向をお話しさせていただきました。以上です。あのごご聴ありがとうございました。 それではここからは日本における気候市民会議について国内のさまざまな場所で開催された気候市民会議ご報告をお願いしたいと思いますはじめに埼玉県所沢市で実施されました町ごとゼロカーボン市民会議について所沢市環境クリーン部町ごとエコタウン推進課長の斉藤様よりご報告をいただきたいと思います斉藤様 いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いいたします。はい、ええー、皆様こんにちは。 えー、埼玉県所沢市から参りました斉藤と申します、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、本日はです、ね、このような機会を設けていただきました、えー、i g s の方々それから環境政策対話研究所の皆様、えー、日頃から大変お世話になっております、えー、と関係者の皆様に、えー、感謝を申し上げたいと思います、えー、と早速なんですけれども所沢市の気候市民会議についてご説明させていただきたいと思います えと先ほどですね、えー、三上先生から、えー、行政主導型ということで事例だということで、えー、紹介していただきましたので、えー、特にその行政主導型ということに、えー、焦点を絞ってですねあのお話をしていきたいと思っています、はいえー、所沢市なんですけれども、えー、日本の首都である東京 に隣接しておりまして、都心から電車で三十分ほどのおところにございます。立地の良さからベッドタウンとして発展をしてきていました。人口は約三十四万人でございます。十六万世帯、面積が。 約72キロ平方メートルですでここの写真にありますように、えー、と非常に豊かな森ですとか、えー、畑、えー、それから、えー、住宅街というんですかねあの都市部がこう入り混じったですねあのそういったですね、えー、都市機能と自然が調和した地方都市、えー、ということになります。 はい、えー、とここでですね、えー、とまずあの所沢市で気候市民会議を開くことになった経緯について説明したいと思いますであちょっと戻りますが、えー、所沢市はですね、まあ、こういったあのベッドタウンとして発展してきましたで、えー、大きな工場とか工業地帯というものはございませんので家庭から 家庭部門ううんでしょうか家庭からの二酸化炭素の排出量が一番多い、まあ、そういう状況になってますですのであのこういう気候変動対策をやるためには家庭部門にこうアプローチするということが一番大事だというふうにずっと考えてきましたそのためにはあの市民のライフスタイルの転換とか それから行動変容とかっていうふうに言われますけれどもそういうことをやっていくためにはですね市民のがどういうことを考えてるかとかあいうことをしっかりこう聞いていくっていうことが非常に大事だなっていうふうに、えー、常々こう思っているというところでございます。それれで、えー、とヨーロッパを中心に、えー、開かれていると 言っているこの気候市民会議なんですけれども、えー、札幌とか川崎市で行ったと行われているということを聞いたですね若手の職員が、うん、こういうことやってみたいよねって言い出したのがまず一つのきっかけでございました。でえー、そこにに実は売り込みに来られたのが、えー 環境政策対話研究所の八木下代表理事だったというふうに伺っております。まあ、乗り込んできたらしいですねそれからまあ時を同じくしてですねこれもたまたまだっていうふうに聞いてるんですけど、えー、当時の,との所沢の藤本市長がやっぱりヨーロッパのこういう市民の参加っていうんですかね えー、市民合意形成というんでしょうか、まあ、そういった手法にすごくこう興味を持っていて所沢市でも「気候市民会議やりたいんだけどさ」と言い始めたのが、まあ、一つのきっかけでもありましたでよく言われるのが、えー、と所沢市長の藤本市長という今は、えー、と違うんですけれども当時の藤本市長が大変この気候変動に対して興味を持っていて政策に反映したいっていうふうに思っていると。だからこれトップダウンの 事業だろうと所沢市の気候市民会議はトップダウンじゃないかっていうふうによく言われてたんですけどそうじゃなくて実は、えー、公務員のですね所沢市の職員の若手職員がこういうことやりたいよねって言っていたというのがあそこもちょっと言っておきたいなと思ってます決してトップダウンではなくて、えー、若手職員のボトムアップでもあったというふうに考えています。 そしてこのやりたいねと思ったきっかけに,ついに対してたまたまなんですけども所沢市の えと環境基本計画ですとか地球温暖化対策実行計画のちょうど改定時期に当たっていたということもタイミングとしては良かったなというふうに思っています。この計画実行計画の改定にこの市民会議をやれば気候市民会議をやればその改定に生かせるんじゃないかと絶好のチャンスなんじゃないかということで動き出したというのがきっかけでございます。 えっと次に、目的についてご説明いいたします。えっと、目的についてはここに書いてありますように、えー、参加者一人一人が地球温暖化問題を自分事と,として捉えて議論して問題意識を共有する、えー、そして会議結果を市の環境基本計画これは地球温暖化対策実行計画を含みますの改定や具体的な施策につなげることというふうにいたしました。 でえー、ここで、えー、先ほどお三上先生から行政主導型の特徴でもあります三上先生がおっしゃった行政主導型というところの特徴だと思います、えー、会議結果をです、ねえー、計画に反映させてそして具体的な政策を実行するということを目的に定めたんですねでこの目的に定めるということは市民との約束 だといいう,うに考えていますで、えー、長い市役所の行政の歴史の中で計画に反映しますとか政策につなげますとかこれから会議をやろうと言ってるものに対してどんな結果が出るか分かんないのにそうしますと計画を に改定しに反映させますとかそういうような約束ということは今までしたことがなかったんですねまあ、そういった意味でもこの気候市民会議というのは、えー、市にとっても新たなチャレンジであったし、えー、市が主催する大きな意義でもあったというふうに考えています次にえっ、ー、とこの下の段なんですけど実施主体についてご説明いたします所沢市で、えー、気候市民会議をやろうと したときにです、ね、市が主催するのかはたまた、えー、市民団体やです、ねえー、そういった団体を中心にして市民でこう実行委員会みたいなものを作って、えー、やるそういうような方法もあるよねということで検討していました。で、えー、市が主催する一番大きな問題っていうのは、えー、行政機関ですので。 市民が直接その運営に加わるっていうことがある程度こうハードルがあったっていうことがその課題の一番大きな問題だっていうふうに考えていました。で一方でです行政機関で我々あの行政マンですので、えー、と行政の都合が全面にこう出てしまっては市民会議の意義が薄れてしまうんじゃないかっていうそんな可能性も考えていました。 まあそういった意味でも行政主導型なんだけれども、行政としての顔をですね、なるべく出さないように、行政の都合をなるべく前面に出さないようにというようなことをまああの私たちは自覚を持ってやらなければいけないなというふうに考えていました。その他ですね、役所が行政機関が関わることでいろんな課題ってあります。例えばですね、意思決定に時間がかかることです。 市長までですね。決裁を回すとなると、それなりに時間がかかります。それから支出をするとか情報セキュリティの問題とか市役所って言うんですかね。行政機関としてのルールがありますので、少しこうスピーディーさに欠けるというか、ある程度時間がかかってしまいます。気候市民会議のようなですね。あの自由でスピーディー。 対応を求められるものについては少しこう市のルールというのはなじまないそんなふうに考えていましたそれでも、えー、所沢市行政機関である所沢市が主催することには最後はこだわりましたそれは参加者の意見を必ず計画へ反映させるという約束をしてですねこの会議の目的をしっかり果たしたいというふうに考えたからです でそれはあのまさにあの,市のです、ね、決意の表れだというふうに考えていました、えー、とそしてですね、えーとこ,ろざえー、この協力というところなんですけれども所沢市には早稲田大学がありますので早稲田大学の協力を得まして学術的な知見をいただきましたそして、えー、気候市民会議についてさまざまな知見を持っている 環境政策対話研究所に運営を委託して実施をしていきましたと,、はいえー、と参加者の抽選方法でございます4500名に、えー、無作為抽出で、えー、案内状を送りまして111名から、えー、参加希望がございましたで、えー、参加希望が定員に満たないかなというような心配もあったんですけれども想定より多いものだったというふうに考えています でえー、ここでのポイントなんですけれども市議会からですね、まあ、この事業に対して、まあ、いろんな質問を受けたわけなんですけれども一つ大きなところで広報広報誌っていうんですかね一般に参加希望者を公募しますかっていうふうに聞かれました。よく市で開催する会議では公募枠っていうのは必ずあって公募して、えー、参加したい人を を集めるっていうのがまあ長く続いていた伝統なのでそういうことをしますかっていうふうに聞かれましたでこれはですねあのノートというふうにしましたで今回はまあ無作為抽出以外は認めませんというふうにしたわけですでこれはえっ、ー、とまあ社会の縮図ということをやっていくためにはここはあのきっぱり断ろうというふうに決めました。 参加者の構成についてです、えー。ここに書いてありますように、えー、と一番右の欄が市全体の構成割合になってます。年齢、性別、居住地区。えー、ほぼですね、えー、と参加割、えー、のした、ね、人のこう割合が市の縮図と社会の縮図になるように、えー、参加者を決定いたしました。えー、次に、えー、会議の進め方なんですけれども。 えー、ここでですね私たちが会議を進めていく中で一つ大きな懸念というものがございました、えー、日本語では、うん、声が大きい人っていう言い方をよくすると思います、えー、口が立つ人がですねその場の議論を主導していく、まあ、誘導していくそういうことがですね、まあ、起こるんじゃないかということをすごく懸念していました参加者の中にはですねあの 環境のことには全然詳しくない人、それから人の前で発言をすることが苦手な人、まあ、いろんな人が参加しますですので、うん、と私たちはこう、まあ、どこもそうかもしれないんですけどグループワークをしようと少人数だったら発言もしやすいしそしてファシリテーターが きちっとそれをフォローするというようなことができるのではないかということで議論は基本的にはグループワークで進めることとしました会議のテーマ5回にわたって行ったんですけれども各回のテーマについてでございます商品選択食と農業エネルギー住居移動地域連携というテーマで話し合いを進めました それぞれの6つのテーマごとにまずは有識者地域の実践者市の職員から情報提供を行いました。これは専門家が正確な情報を提供して議論の論点を絞っていく、まあ、そういうことで非常に大事だなというふうに考えました。ここのの前段のです、ね、情報提供ですごく時間を取って、 けれどもそれでもやっぱり正確な情報って伝えるべきだよねということであえてここにはきっちり時間をかけたということでございますそしてグループワークに移っていった時には一でまず最初にアイデア1ですねアイデア出しを行ってそして二でそれぞれのそのアイデアに対する課題というのを話し合ってもらいそして丸3、えー その課題に対してどうしたらいいかっていう対策こういう順序立てをして皆さんでグループワークを進めていくそして最後にグループから発表して全体で共有して全体から質問などを受けるというような流れで会議を進めていきましたそしてですねあの 全ての参加者の発言っていうのを保証しなきゃいけないよねっていうことでこれはまあ会議でよくあるルールなんですけれども改めてですね、えー、人の意見を遮らない否定しない、えー、発言は短くコンパクトに簡潔に、えー、といったルールを改めて皆さんで、まあ、あの周知をするというかあの確認をして進めていきました、えー、と実際のグループワークの様子でございます えっとですね、日本っていうんですかねはあのすごくシャイな人が多くてですね、えー、見知らぬ人がこうやって集まるとですねなかなか会話が進まないというか対話が進まないっていうことがよく起こります、まあ、遠慮ががちちな人たちが多いんですね、えー、ですので発言をするときは必ずポストイットに短く内容を書いて,書いて、えー、そしてそれを自分で説明をしながらボードに、えー、ボードに貼っていって でポストイットに書くことで自分の意見や発言を頭の中で整理することができますし、えー、話の脱線も防げる、えー、それから時間の短縮にもつながるというふうに考えていました。 えー、会議が終わったら、えー、ボードに貼られたポストイットの内容をデータ化して後で整理ができるようにしました、えー、これがですねポストイットが2000を超える数になりました皆さんの意見が2000以上集まったということでございますで結果の取りまとめについてはですね2000以上意見が集まってしまったのであまりにも多いのでこれを6つのテーマごとに関心や意見の多かった施策28に絞って整理をいたしました でえー、これが28のテーマなんですねでそれを各テーマごとに、えー、全く推進すべきでないというところから最積極的に推進すべきという6つの段階で、えー、皆さんに、えー、施策に対する見解を求めてそれぞれの施策ごとの要求の高さなどを分かるようにいたしました。 えー、そしてですね次に散布図の作成です、えー、横軸が各施策の支持の高さを示していて縦軸に意見の散らばりを示す、えー、散布図として見える化をいたしました、えー、最も支持が高く、えー、散らばりが少なかった施策は、えー、農,農産物の地産地消逆に支持が低くて意見の散らばりが多かったのは施策うはですねバスの利用を促進するというような結果でございました。でえー 最終的にですね、この報告書としてこれらをまとめて、そして計画に改定に反映させるというふうに言ったんですけれども、所沢市の特徴といたしましては、この気候市民会議から、これが私たちの気候市民会議の提言です。 というような行政をこう突き動かすようなというんですかね、そういうような要求とか提言というのは取りまとめませんでした。で、それどこかこう物足りないように感じたんですけれども、ここに対しては運営側で非常に大変な議論がございました。 で何らかの結論を出すということはそれに反対な人の少数意見を捨ててしまうのではないかとか、えー、多様な意見を聞きたかったのに結果的に多数決のようなことしていいのかとかですね え少数意見を大切にするからこの市民会議の意義があるのではないかとかまあえ結論を出さない会議なんてそもそもあるのかとかですねえ市が主催しておいて政策提言って何だとかですねまあそういったいろんなジレンマをですねえーがありましてそこをすごく議論しましたで最終的には市民会議としての行政の提言といった結論はまとめませんでした。 あえてまとととめなかったということですそして市としてはここで、えー、と膨大な作業が発生しました市民会議から何らかの提言,提言がないわけですから先ほどの2000のポストイットの意見を全てのみ込まないといけないということですねで、えー、計画、えー、と今日持ってきたんですけど所沢市のこの、えー、実行計画と,、えー、とこの報告書をです、ねまあ、全て突合するということをしました。 2000に上る意見と所沢市の持っている計画を突合して確認をいたしましたそして突合した結果新たな政策や不足していた視点に対する意見を、まあ、あの計画に記載をしていくとそういう作業をすることといたしました、えー、計画の改定、えー、とですねそれから、えー、この円について説明しますあの計画のの改定や条例の 条例に反映しますとかですねそういうことを言っても参加者は研究者でもなくて行政の実務経験者でもありませんそれがどういう意味を持つのかとかどういうインパクトを持つのかって分からないと思ったんですねそれで、えー、この絵を作ることになりました、えー、結論、えー、議論をしたことをイメージとして共有することが大事で えー、この将来像をみんなで参加者みんなで意見を出し合って作っていったということです。早稲田大学の学生さんがまずベースとなる絵を描いてそれに対してみんなで意見を出し合ってこの絵を作っていきました。で本当にこの絵はよくできていると思っていて2050年までのカーボンニュートラルを目指していく所沢市の将来像を としてです、ね、こう私たち公民え市の職員もです、ね、市民のみんなと一緒になってこういう町をつくっていかなければならないということをそういう気持ちにさせてくれる絵だなというふうに思っています。QR コードがありますので報告書をご覧になって興味のある方はあとでご覧ください。えー、次にに、ね、早稲田大学とのの連携ですががこの気候市市民会議を通じて所沢市にキャンパスがある 早稲田大学との連携というのが深まりました今後はですね、環境分野だけではなくて福祉とか健康分野でもそういった連携が深まることに期待しています、えー、そして副次、えー、的な効果です、えー、気候市民会議の参加者や早稲田大学の学生たちが中心となってゼロカーボンクラブというサークルが作られました気候市民会議をきっかけとして若者たちを中心にした新たな市民運動が生まれました でそうしたことは当初は全く想定していなかったので、まあ、本当に驚いた出来事でございました。このクラブの、えー、活動に対しては大変期待していますので、市としてもしっかり見守って支援していきたいというふうに考えているところです。はいえー、と最後になりますが、私の個人的な感想を申し上げたいと思います、えー。脱炭素社会の実現にはライフスタイルの転換ということが必要不可欠だと言われています。しかし、日本社会においては、 まあ、特に所沢みたいな田舎ではですね、えー、と変化を好まない方というのが相当数いらっしゃいます相当数いらっしゃいますでそうした変化を好まない人たちを排除するということもそれもそれはそれで、まあ、分断、うん、分断を生んでしまって持続可能ではないというふうに考えていますですので、まあ、そういった変化を好まない人たちに対しても理解や 賛同ということをもらえていくためには先ほどの町の将来像みたいなものをですね、えー、しっかりですね市民と共有していくそして共に考えて共に動いていくってそういうことが大事だというふうに考えています今回の気候市民会議はまさにそうしたことへの大きな一歩だったというふうに考えております、えー、振り返りますと毎月1回日曜日に開催される全5回全てに参加できることというのが 厳しししいい参参加加条件で参加していたた。だきました51名の中で脱落者はおりませんでしたそういったことからも会を重ねることに参加者たちの意識というのが高まっていったというふうに思っています。そして この気候市民会議は試行錯誤の連続でございました成功だったかどうかちょっと分か,分かりません私自身も分かりませんしかし市の職員と早稲田大学の教授それから学生さん環境政策対話研究所の方々がですねフェーストゥーフェースで議論を重ねて何度も何度も議論を重ねましたそうして作り上げていった,いったということがまあ,あのであの行政だけでは決してですね行うことができなかったという うふうに考えています。今回の気候市民会議を通じまして市民の声をしっかり聞くということや、様々なステークホルダーとともに新しいことへチャレンジする、えー、そういうことをですね、あの市の職員としても若手職員もですね、あのこ、ー、とができたというふうに思っています。今後ますます社会経済情勢が激変していくというふうに想定あの予想されますが、今よりももっと困難にぶち当たるかもしれない。その若手職員 たちにとってですね、本当に大きな学びの学びの場であったというふうに考えております。えー、最後になりますが、早稲田大学の平塚教授、環境政策対話研究所の八木下代表理事、村上理事をはじめまして、この会議に関わっていただいた多くの方々に感謝を申し上げまして、私の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。はい、内藤様ありがとうございました。 それでは続きまして、神奈川県厚木市で開催された厚木気候市民会議について、厚木気候市民会議実行委員会事務局長の遠藤様よりご発表、ご報告をお願いしたいと思います。遠藤様、よろししくお願いいたします。 はい、ご紹介いただきありがとうございます。厚木気候市民会議の、あの事例紹介をさせていただきます。えー、私は一般社団法人厚木市民発電所の遠藤と申します。よし。んあはい、はい、まず、あの主催した私どもの、えー、紹介を簡単にさせてください。 6年前から活動しています気候危機を回,回避し原発に頼らない社会を目指そうと市民がお金と知恵を出し合って再生可能エネルギーの普及を普及やまちづくりに取り組んでおりますこの写真はコロナの直前でしたけれども1号機ができた時の写真でこれ実は畑の上にある発電所なんですね。 はい、太陽の恵みをですね農業と発電でシェアをするというソーラーシェアリングという仕組みで発電をしております小さな発電所ですが、まあ、この中で一緒に農作業をしたりそれから見学者があったり、まあ、そういう地域の人たちのつながりの場になる発電所なんです。で作物はででですねこのの適度な影ができるパネルの下でよく育ち 地球沸騰化の中ではむしろ農業に向いているのかもしれないというふうに思ったりしています。でこれをどんどん増やしていければよかったのですがまだここ1箇所だけでやはり、えー、儲かりますとか便利ですとかそういう具体的なメリットがないとそう簡単には増やしていけないのですね。まままた市ののの行政の方も、えっと、脱炭素の施策に取り組まれていますが あまり進展は見えにくいのかなという状況でしたで、何か地殻変動を起こすくらいの動きを作り出したいと思っていたのが約2年前のことですで、札幌や川崎の気候市民会議をネットで見て厚木でもこれをやりたいと思い込んでしまいました で市はあのカーボンニュートラルロードマップの策定などで非常に忙しくてそんなことまで手が回りませんというのが最初の反応はそうでしたで厚木市には市民参加の方法として以前から市民共同提案事業という仕組みがあったり市民会議を含む自治基本条例というのが整っておりこれを活用して厚木市が作り上げている カーボンニュートラルロードマップを実現させるために、えー、市民主体で寄付診会議をやりましょうというふうにあの働きかけました。で、その結果、まあ、市の方も前向きになって市民が作るアクションプランを市が受け入れましょうということでお約束をいただいて市民共同提案事業として行うことが決まりました。でこの 飛行機機を回避するだけではなく豊かで暮らしやすい厚木の未来をつくるということを目的にしております。で実施が決まってから約4か月くらいでまず枠組みをつくることに奔走しました。大変な作業ではありましたが、とても幸運に、 え恵まれて、たくさんの多面的なご協力をいただいて実施体制が作り上げることができました。で、まず資金ですけども、あの厚木市の共同提案事業として、まあ最大の200万円をいただけたと。で、ただこれでは不足なので、いろいろ助成金を申請して、結果としては650万円で運営することができるようになりました。 地球環境基金への申請もしておりまして3月末そうですね去年の今頃はまだ、えー、いただけるかどうかわからなかったんですね結果が出ておらずにあのいただけなかった場合のことも想定して潤沢予算と緊縮予算と二通り組んだりしておりました、まあ、結果としてはいただけたので非常にお金のことを心配せずに運営することができました で市民協働として行われたために市の方で無作為抽出作業を全面的に担っていただいたりそれから参加する市民の方にとっては安心して参加していただけたかなというふうに思っております本当に助かりましたで実施体制としては実行委員会を作りましたがまあ、ほとんど全く経験のない普通の市民です人数だけは何とか集まりましたがとりわけファシリテーターは 会議の内容の理解と同時にスキルも必要で、まあ、研修を受けて開始に臨みチームで自主取りをしてスキルアップをしたりして努めておりますで一番の助けはやはりアドバイザーとして環境政策対話研究所の柳下さんはじめ皆さんにいろいろご協力いただきましたまたメインファシリテーターの岩崎さんには最後までしっかり支えていただきました。 参加市民の選定はすべ、まあ、て市の職員が行っていただきましたけど住民基本台帳から、えー、無作為抽出で、えー、とりわけ若者とか人口の少ない地域にややウェイトをかけて結果3001人を抽出し、えー、ご案内をり送り、えー、結果的には最終的には、えー、52人を縮図になるように選びました。で環境問題にに関心がない方を優先的に選んで 年齢構成、男女比、地域もほぼ縮図になるようにできました。で、右の方に書いてあるのが専門家アドバイザー,、えー、情報提供者アドバイザーの方々です。たくさんの方にご協力をお願いしました。それから下の方に書いてあるのが実行委員会で、まあ、ほとんど普通の市民ですね、学生さんも含んでのこのメンバー人数で実施をしていきました。 で会議の流れは6月から11月まで全部で6回すべて日曜日の午後、えー、4時間ですねで。第1回目は気候問題の、まあ、科学的な基礎と事実とを まあ、選択を間違えなければまだ1.5度目標に間に合いますというようなことを森聖太さんにお話ししていただきそれから自分の暮らしを CO2 排出の数字で捉え,な捉えて見直すことができるというカーボンフットプリントのお話をアイジャスの渡部さんにしていただきました。 で2回目には厚木市のカーボンニュートラルロードマップや地域特性などのレクチャーそして脱炭素化した2050年を思い描こうということで行いました3回目は脱炭素社会をつくるための4つのテーマに分けて専門家にレクチャーをしていただきました4回目5回目は、えー、2つの分科会に分かれて討議を進めていきました 4回目は考えるヒントになる情報提供をたくさんいただき、5回目は普及啓発をしていくことについてのシンポジウムも入れました。で各会ごとのグループの討議の中からアクションプランの素案を作ったり、四回目ですね、5回目の後にはアクションプランの原案を作って、まあ、これは実行委員会の方で行いましたけれども、 5回目の後には予備投票という形で各分科会ごとの予備投票を経て第6回目に原案を作って最終回の討議をしたとで最終回の第6回目にアクションプランの最終案を作成しましたでその後、全員でまた投票を行ってその結果で完成版を仕上げて年末に市長に報告をいたしました。 で議論に書いてありますのは、議論でこんなことに注意をして、気をつけてということで、会議の前後で、えー、注意喚起をしてきましたけれどもあの豊かで、豊かで暮らしやすい未来であること、それからロードマップを、えー、非常にハードルの高いロードマップですけれども、これをあの実現させるんだということで取り組みあの、議論しましょうと、それから、えー、公正・公平であること。 そして、無関心な人も普通に暮らしていて脱炭素になるような仕組みを作ることというのを目指しましょうとそして何よりもアクションプランの主語は市民自分であるということをですねそのようなかなりハードルの高いことをお願いして議論を続けていきましたこれが会期の様子の写真です。 えっと、第6回目の会議で、まあ、4つのテーマとそれから普及実践のための項目合わせて74項目が出来上がりました。でまたこのアクションプランをあの先ほど所沢でも切れないができていましたけれどもあのやはりイメージしやすいように絵に描こうということで、えっと、参加市民の方にですねどなたかご協力していただけませんかということで あの呼びかけたところ一人、えー、漫画家さんがいらっしゃいまして私が描きますと言ってくれてアクションプラン出来上がったものからこう抽出してそれをまあ、絵に描けるものはこういう形で絵に落とし込んでいきました本当にそういう方がいてくれてラッキーだったなと思っていますあの入り口のところでまだありますかねこれがあの私たちが作ったアクションプランの報告書でもう一つ大きな 開くと大きくなる A 二番になります。こういうのこのイラストを中心に置いたパンフレット、普及用のパンフレットも作ってます。まあこれがこれからの普及活動に非常に大きな力を発揮してくれそうだなというふうに思っています。で、会議の最後には参加した一人一人が脱炭素マイアクションプランっていうのを作って考えて。 発表ししてもらいました。自分にとって大事なことを自分が取り組もうと思うことを話してもらいました、まあ、自分ごとに引きつけて考え自分の行動の後押しになることが期待できます、まあ、最後このような晴れやかな表情で集合写真も撮れましたで稲田さんの方からの,あの,最初あの説明もありましたけれどもあの会議後に行ったアンケートの一部です「まあ、市民会議に参加してよかった」 方がまあさ95%ですねアクションプランへの満足度もおおむね満足以上が90%になってますそしてこれが一番会議前後での、えー、変化がわかる結果かなと思って紹介しますが 脱炭素社会の実現に向けて日々の暮らしや地域社会などでどのような取り組みが取り組みや施策がなされるべきかを明確に認識しているっていうのが会議前では約2割20%の人がそう思うと言ってましたけど会議後では7割近くの人がそう思,う思えるようになりましたしそう思わない人が半分ぐらいいたのが2%ですかね1人にまで減っていると。 いいう結果になっています。そして脱炭素社会の実現に向けた活動に今後参加したいという方が、まあ、半数以上おりましてその方法もいろいろ多様になっています。自治体主催の行事への参加ですとか新たにフォローアップ組織ができれば参加したいあるいは職場や仕事の中でも進めていきたいというような、えー、意見が出ていました。 で下の方にはあと、まあ、実行委員会全体での振り返りはまだこれからなんですけれどもあの主に中心になって進めてきた統括チームの中での反省点の一部をご紹介いたします項目だけですがご紹介しています、えーまあ、手探りで進めてきたので、えー、課題は満載なんですけれども、まあ、熟議が十分にできていなかったのではないかという反省ですとか 情報提供は質や量ともに適切だったのかということそれからアクションプランを作る案を作るまでのプロセスには問題がなかったのかなというようなことそれから実行委員会ですね市民が主体の実行委員会の運営上の課題もあるということでいろいろ出てきてはおります最後に次に向けた動きをご紹介します 厚木、えっと、気候市民会議としては最後の集まりとして報告書冊子を作りましたのでこれの発行に合わせて2月17日に報告会を行いましたでここで、えっと、参加市民とか実行委員会のスタッフの若い人たちがですね気候市民会議に関わってこの経験を通して次につながる活動をしていきたいという話をしてくれましたで早速アクションプランの1項目 にあ第5章に入れてます上に書いてますが脱炭素アクションプランを具体化実践定着していくための取り組みとして市,市民と市がまた共,共同で連携体を作ってこれで、えっと、カーボンニュートラルの実現を早く確実に達成することを目指すとこういうプランが1つ1項目あるんですけどもこれを実現させて 新しい連携体としてカーボンニュートラル厚木未来プロジェクトというものを立ち上げようということにいたしました提案をいたしましたで市の担当部署とも合意しておりまして新しい連携体としてこれから動いていこうとまずはこのアクションプランを知ってもらう普及活動とそれから具体的なアクションを実践していくそういう組織体というのを計画しております で今、その準備会をやっておりまして、新年度から動き出す準備をしています。会議に参加した市民と、それから実行委員会のスタッフとして担っていただいた市民の、まだその範囲ですけれども、20人を超えるメンバーが、えー、一緒にやろうということで、声を上げてもらっています。あのえー いろいろご説明されてますけども厚木の場合は市民主導型で市が共同で行っているということで、まあ、市民主体で企画運営してきたことが厚木の厚木飛行市民会議の大きな特徴かと思います。で参加市民とスタッフが極めて近い距離感で共に作り上げてきたという実感があって、まあ、次の動きへの導入もハードルが高くないのかもしれません。 そして、行政と、えー、共同連携して進めていくということで、これを強みにしていけるのではないかと思っています。はい、市民レベルのまあ無謀なチャレンジでしたが、多くの皆様のあのご支援とご指導いただきまして、何とか一つの成果に到達できました。深く感謝いたします。で、次を開く者たちがあのつながりつつあります。まだ善とたなんではありますが、さらなる さらなるチャレンジをしていこうと思いますどうもご清聴ありがとうございました遠藤様ありがとうございました続きまして神奈川県図志市,市早山町で開催された神奈川気候市民会議 in 図志早山について神奈川気候市民会議 in 図志早山運営委員会委員長の加藤様よりご発表をお願いしたいと思いますよろしくお願いいたします え皆さんこんにちは、うんえー、本日は神奈川気候市民会議員逗子葉山について昨年春からほぼ1年間にわたる活動の概要を、えー、こうやって皆様にご紹介できることを大変ありがたく感じております、えー、私たちの活動について、えー、報告する前に、えー、その舞台となった逗子市と葉山町について少し紹介させていただこうと思います、えー、この2つのつ自治体は 日本の首都、東京都の隣に位置する神奈川県の南側、三浦半島に位置しております。えー、ここは相模湾に面し、風光明媚な地域であり、まあ、東京からも電車で約1時間と近い距離にあります。えー、そのため、ベッドタウンや別荘地としても人気がある地域でございます。えー、この図志市と早間町ですが、隣り合った自治体で海に面し、 温暖で自然豊かな地域という点では似ていますが、その特性はかなり異なっております。一つ例を挙げますと、図志市は市内に鉄道の駅が4つあります。都心へのアクセスがかなり容易になっています。一方、早間町には鉄道の駅が存在しておりません。したがって、図志駅で降りて、 バスで乗り入れるのが一般的なアクセスの方法だと思いますがそのために主要道路は頻繁に渋滞しております地域における脱炭素を考える上でこうした行動というのは、まあ、市民の議論に大きな影響を与えたというふうに感じてますまた後ほどその辺は触れたいと思います神奈川気候市民会議員逗子葉山の特徴です この市民会議は逗子市葉山町という隣接しており類似点もあるけれど特性が異なる2つの地域を対象に展開されましたそして逗子、えー、市葉山町の地球温暖化対策実行計画の策定に際し市民としての意見を届けるということをこの市民会議の議論の目的の1つといたしました自、えー、自分たちが暮らしている自治体の主要な 計画の作成にあたって自分たちの議論が生かされるというのは、まあ、参加市民ににととっって大きなやりががいいインセンセティブにつながったものと思いますこの市民会議は環境政策対話研究所が都道府県の一つである神奈川県から企画運営の委託を受けて進められたものですが神奈川県としては市民対話の手法のプログラムを展開し県内に普及していくということを狙いとしていました。 そこで全てのテクセクターに対して公平公正な運営を保障するためさまざまな関係者を集めた運営委員会を今回新たに設置してここにおける方針決定や責任のもとにこの市民会議の運営企画を進めるという形を取りました。また葉山町には地球環境戦略研究機関アイジェスが立地しております。そこでアイジェスが開発した 1>, 1 5度 c ライフスタイルチャレンジという、えー、身近なところで脱炭素に向けた行動にチャレンジするというプログラムを使いまして市民の気づきのきっかけとしましたこうしたアイジェスとの連携は環境政策対話研究所がアイジェスの地元である早山町と逗子市に提案してこういった実を結んだものです参加者の呼びかけについては逗子市早山町の協力によって 住民基本台帳から無作為抽出によって選ばれた3,300名に参加を呼びかけ参加の意思を示していただいた方の中からさらに年齢、性別居住地それに環境への関心度こういったものをバランスを考慮して抽出することでいわば津市葉山町の縮図を形成するように最終的に46名の参加者を得ました。 無作為中止の市民で構成されているということは地域の縮図であると同時に気候変動についてあまり知識のない方も当然含まれているということになりますそこで市民会議の進め方としてまず、えー、気候変動や脱炭素社会づくりに関する基礎情報をご提供しましてこれからの議論のための参加者間の情報基盤理解を形成するというところから始めています 次に二番参加者がこの問題を自分ごと化し参加者間で問題意識が共有されるようにいたしました三番三その上で重点を置いて議論すべきテーマ分野などを絞り込んで四番目絞り込んだテーマについて深く議論対話を進めるという形をとりましたそして五番目の最後に対話の結果を集約した上で えー、提案項目について参加者で投票し賛成が多かったものを最終的な市民提案としてまとめることにいたしました、えー、市民会議では毎回全体ファシリテーターのもとに、えー、グループファシリテーターを配置いたしました1、えー、グループは大体56人を基本として形成しましたで情報提供の中身としては専門家による包括的な情報提供のほか、えー、移動の分野では例えば景品休校 に加わっってもらったり、住まいとエネルギーについては地域で建築設計をやっている中田製作所でイジェスの方に再生可能エネルギーのお話ししていただいたり製品の分野ではループジャパンという耐久性のあるリユース容器を販売している会社それとエアクローゼットというファッションレンタルサービスを扱っている会社で食についてはフードバンク神奈川とかカマン と言いまして、え、マグルーというメグルーというリユース食器のレンタルサービスを扱っている会社、こういった方々、こういった実務に関わっている方から非常に興味深いお話を各分野でお話しいただきました。で、さらに開催は土曜日の午後基本とし、7月から12月まで計5回開催いたしました。 今、市民会議を5回にわたってどのような考え方で進めたかということを大体、あの概略ご説明したんですが、その全体のプロセスを示すとこの、このような流れになります。こうしてまとめた市民提案は、昨年1 0月15日に葉山町長に、12月18日には逗子市長に届けることができました。逗、え、子、ー、市長からはですね、こういった無作為中止の市民によってまとめられた提案だからこそ、 市民会議の活動はさらにこのあと2月12日曜日14日に振り返り会議を開催しましてここまでの活動を共に振り返るとともに市民提案を実現していくためのフォローアップ活動のあり方についてみんなで意見交換を行いました。 またフォローアップ活動への参加呼びかけを行いそれに応えてくださった有志の皆さんによる新たな活動が、まあ、今始まろうとしているという形です。え次にこの流れにしたが従ってここのステップを見てまいりたいと思います。えー、市民会議の第1回目7月8日ですがここでは気候変動や脱炭素社会づくりに関する基礎情報を提供し これからの議論のための参加者間の情報基盤を掲載す形成するということを目指しましたで、専門家によるレクチャーと質疑応答が行われ図志早間における気候市民会議の目的と進め方についてえみんなで共有を図っていますえ、第二回目え、八月五日ですがここでは参加者が気候変動や脱炭素社会づくりについて問題を自分ごと化することが そのツールとして i ジェ s から1 5度 c ライフスタイルプログラムというのを紹介しています。この1 5度ライフスタイルプログラムというのは市民の皆様に温室、えー、効果ガスの排出に関わる行動を変えることで一体どの程度の温室効果ガスの排出削減につながるのかということを専門家の手助けを受けながら実践を通じてえー ある程度目に見える形で習得してもらって足元の日常性から、えー、温室効果ガスの大幅削減に向けていかなる行動変容が求められるのかこういったことをですね、えー、みんなで考えてもらうそういったきっかけを作る、えー、プログラムプロジェクトでございます。えー、参加市民のの皆さんはど脱脱炭炭素素行行動動にに挑戦するかを考えててもらって、えー、2週間選択した脱炭素行動に家庭でそれぞれぞ チャレンジしてもらうことになりましたこれが8月中にやってもらった脱炭素のチャレンジですね。で右側にあ,るありますように具体的にどんなチャレンジがあるかというとです、ね、例えばライドシェアリング、エコドライブを行うとかですね。まあ中には えー、自宅の窓を20窓にしてみるっていう結構投資の伴うようなチャレンジに参加してくださった方もいらっしゃいましたで8月6日から19日にかけてこういったチャレンジする脱炭素行動、えー、5分野57メニューを提示しましてその中から皆さんに選択してもらうでこれに答えてもらったのが、えー、34名の方ですで8月月日日から9月3日にからにけて この間の任意の2週間で自分たちで脱炭素行動を実践してもらいました。で9月3日までの間でアンケート形式でですね、この脱炭素行動の結果を i ジェ s に報告してもらって、その結果を i ジェ s で分析して集約する、こういった流れを取りました。こうそうして第3回目9月23日の会議では、 脱炭素ライフスタイルチャレンジの振り返りをみんなで行いまして参加者間で問題共有を行うとともに次の第4回会議で重点を置いて議論するべきテーマというのを絞り込みを行いました。具体的には移動、住まいいとととエネルギー、食の生産と消費製品、ゴミ、シェアリングという 4つのテーマを選んでこの4つのうち議論に加わってみ、ま、たいテーマについて皆さんにアンケートを行いましてそれをもとに第4回会議では10月28日になりますがこれらを絞り込んだテーマについて深く議論対話を進めるために午前午後の丸1日をかけました。 時間的制約もありますので1人の方が全部のテーマに関わるということは諦めまして2つのルームに分かれての分科会形式でのグループ討議を行いました。分科会1は食と移動分科会2は製品と住まいとエネルギーこういったところでそれぞれの専門家実務者による情報提供問題提起を行った上で皆さんで議論してもらうという形をとりました。 そこで得られた提案内容を事務局で整理しまして市民会議としての提案の素案をドラフトを作成しましたそのプロセスにおいては右下にありますけどここでの市民の議論がきちんと事務局の方で整理して反映してくれてるのかどうかその辺をですね参加者の中から有志の4名の方に加わっていただきまして一緒にチェックしてもらうというプロセスをとっております でいよいよ最終回の5回目になりました。これが、えー、12月2日です、えー。市民提案の素案について4つのテーマごとにグループ討議と全体討議を行って、えー、また、えー、この4つのテーマにもあの含み切れなかったものこれ以外のテーマとか横断的な課題についても意見を出してもらって最終検討を行いました。えー、そしてこのあと12月7日には、えー、市民提案の最終案を 参加ししててくれた市民の皆さんに送付して全部で102の提案項目に絞られたんですがその中で7段階の支持度合いを答えてもらっていわゆる投票を行っています。で12月14日にはこの35名の投票結果を踏まえて賛成が多かった提案94の提案項目になりましたがそしてそれをまとめて市民提案というのを完成した。 わけですそして、えー、冒頭お話ししましたようにようやくこうやってまとまった市民提案を、えー、葉山町長逗子市長に、えー、手渡すことができました合わせ,県県せていいいただいています、えー、今市民投票というお話をしましたけどどんなことをやったかというと、えー、第5回目の会議の終了後市民,最終市民提案の最終案102件ありましたが 自分がどれくらい提案を支持しているかを意思表示する投票を実施しています。これは評価スケールは、えー、推進すべきというのを7、えー、推進すべきでないのを1としまして、7段階のスケールで投票してもらってます。そして投票の結果、肯定的回答が過半数を超えたものを皆さんの提案として、 提示することにしましまたただし過半数に満たなかった提案についても参考情報として一緒に紹介させていただくことにしました、えー、過半数に満たなかった提案というのはどんな例があるかというとですね、えー、朝夕は自転自動車の駅への乗り入れを制限するなど自家用車に対する何らかの規制をするとかサマータイムを導入するとか、まあ、こういったおそらくですね実現性の観点などから参加者からはあまり賛同を得られなかったんじゃないかと。 というふうに思いますが、まあこの地域におる起きる本質的な課題を示唆している意見ということで、非常にあまあ今後考えていく重要な意見というふうに我々も考えています。これがですね、提案の項目例、具体的な例です。まああの見ていただければというふうに思います。あのより詳しいものはですね、ウェブ上でも概要資料を掲載していますので、ご覧いただければと思います。 ここまでの市民会議の活動について12月27日に参加市民の皆さんに対して事後アンケートへの回答の協力依頼を行っています回答期限は当初1月9日だったんですが回答状況があまり芳しくないということもありまして1月21日まで延期いたしました42の質問項目で構成して ますで約八割の質問項目は、今、遠藤さんからお話がありました。厚木気候市民会議の参加市民に対する質問項目と共通のものです。でアンケートは、最終的に、二十四名の方、六十一点、五パーセントの方から回答いただいています。市民提案,で提案した取り組みの具体化に向けて、活動に参加してみたいと思いますかという問いに対しては、二十四名中、十六名の方から参加してみたいという回答をいただいています。 当初1月20日にネクストステップ会議というのを開催する予定でしたが提案完成後の市長町長への報告などその後の動きなどについて、えー、参加した市民の皆さんに丁寧な説明が必要ですのでその上で参加市民の間で振り返りを行っていただき今後に振り向けて話し合う場を設けるということが適当だというふうに考えまして。 2月12日曜日14日に神奈川気候市民会員 in 葉山振り返り会合というのを行いましたここでのテーマは半年間の活動の振り返りそしてみんなの思いを次につなげていくためにということでございますでおしまいにこの市民提案を実現していくための取り組み等について意見交換を行い市民提案のフォローアップ活動への参加を皆さんに呼びかけてみました その結果12名の方からフォローアップ活動に向けた新たな登録について同意をいただきましたまた運営員の中からも手伝うと言ってくださった方がいて最終的に20名弱の方が集まりましたで当面はフォローアップ活動の体制が整うまで環境政策対話研究所がサポートすることとしています えまずは取り組みや活動の方向について意見交換を重ね、えー、その活動方向を共有するとともに、えー、具体的にチームの名称をどうするのかとか誰を代表にするのかとこういったことを詰めていただいて、えー、地域の皆さんの活動として、えー、独り立ちして大きく展開していただくというふうにしたいと思います。こ、ま、こ、あ、こういいいっったととを運営委員会一同心から願っているところでございます、えー、以上神奈川気候市民会議員寿司葉山の 報告をさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。はい、加藤様ありがとうございました。続きまして、茨城県つくば市で開催された気候市民会議つくばについて気候市民会議つくば実行委員会設計運営ワーキンググループの徳田様よりご報告をお願いいたします。徳田様よろしくお願いいたします。はい、改めましてこんにちは。 えー、気候市民会議つくば、えー、設計運営ワーキンググループを代表しまして、えー、ウニベルシタスつくばという、まあ、小さな市民団体のを代表しております私徳田の方からご報告をさせていただきます、えー、持ち時間15分でして午前中の終了時刻が12時10分ということでですねちょっと計算が合わない感じになってますけれどもあの私ファシリテーターという仕事をしておりましてですねあの通常こういう場合 猛スピードで喋ってとにかく12時10分に終わらせるというのをよくやってしまうんですけども、今日は15分使っていいよというふうにあのお声かけいただいていますので、すいませんちょっと午前中の終了が遅くなってしまいますけれども、えー、お付き合いいただければと思います。もうお疲れですよね。はいあの少しちょっと伸びとかしていただいて、はいあの体を動かしていただいてですね、もうちょっとの辛抱でございます。<laughs> はい、えー、ということで、えー、気候市民会議つくばのご報告をさせていただきますけれども、概要、特徴、結果という3つのステップで、えー、ご報告をさせていただきます。まず、概要ですけれども、茨城県のつくば市、えー、東京から鉄道で1時間弱のところにございます。えー、ここで、えーまあ 各地のね、えー、知見を生かしてまあ現状最高の気候市民会議を実現したいねという関係者が集まりまして、えー、設計をしてまいりました。えー、昨年の月月から12月にかからにけけて4時間かける6回 16歳以上のつくば市民50名で塾議を重ねていきました主催は実行委員会形式ですけれども行政もその中に入っています行政研究機関大学の実行委員会ということで設計運営に関しては国立環境研究所環境政策対話研究所そして私どものウニベルシャス筑波という3社で設計運営をしてまいりましたで 全、えー、6回のゴールですけれどもまずですねアウトプット具体的な成果物ということで2050年にゼロカーボンで住みよいつくば市を実現するために、えー、市民にはどのような取り組みが必要になるかそしてそれを後押しするために市にはどのような施策が必要となるかというのを提言にまとめようというこれが、えー、成果物のイメージです。 でもう一つ、ゴールはアウトカム、えー、これは、えー、全6回終わったときの参加者の状態ですね、えー、提言を前にしてこれなら確かにゼロカーボンと住みよい筑波両立するな、えー、この場にいない市民にも納得共感してもらえるなそしてここに書かれていることを実現したいなって思えている、えー、この状態を目指して全6回進めてまいりました、えー、全6回のプログラムですけれども1回目でビジョンを描きます。 で2回目から4回目で、えー、3つのテーマで、まあ、提言を作っていくということですね。で5回目で、えー、それをこう集約していってある程度こう形にしていきまして第6回で投票する提言書にまとめるという、えー、そういう立て付けでございます。以上が概要です。 でここからは特徴ですけれども大きく7点、えー、ご紹介いたいしたいと思いまして4つ目までが会議のスタート前までのね、えー、部分でして、えー、5つ目から7つ目が会議中の特徴ということになります。えー、まず1つ目ですけれども、 えー、設計です、えー。まずは先行地域の事例の調査、そしてトライアルに基づいて設計をしていきました。えー、事例の調査としましては、私どもイギリスさつくばの方で18ヶ月をかけてですね、国外14あごめんなさい、国外の17の事例を分析をいたしました。 それから、えー、国立環境研究所と環境政策対話研究所の方では基本,基本設計整理表というものを作って、えー、おりましたので、まあ、これが会議のベースになったという,ふうにます。 そして、えー、会議に先立ちまして2022年の7月にですね筑波市民ネットワークという、まあえー、生活者ネットワーク系の、えー、市民団体ですけれどもここが、えー、気候未来会議という形で無作為抽出の会議体をトライアルという形で実施をいたしました、えー、この知見に基づいて、えー、気候市民会議が、えー、設計されていったということになります二つ目の特徴ですけれども、えー、参加者に対してですね成果を 確実に扱いますよということを約束していただく行政に約束していただくということです、えー、問いは、まあ、先ほど申し上げたとおりですけれども市民はこういう取り組みをしますですので市はそれを後押しするためにこういう施策を打ってくださいえそういう形で提言を作っていきますのでじゃあそれを確実に活かしていきたいねということです、えー、環境基本計画ですとか温暖化対策実行計画の見直し改 採定をしていくときにその時に素材として活用してくださいと、えー、いうふうにお伝えをしましたところですね漏れなく必ず対応しますというふうに心強いお返事をいただきましたまあ、もちろん対応するというのは全て採用するということではなくて採用できないものに関しては理由を明確に説明いただくということになります、えー、この約束に基づきましてですねじゃあ、えー、参加者を募集していこうということになるわけですけれども えー、オーストラリアのニューデモクラシー財団というところはですね、えー、いわゆる社会の縮図ミニパブリックスを、えー、確実なものとするためには参加者数の10倍ですので例えば50名の会議体を作ろうとしたときには500名の参加応募の方々のプールがあることが望ましいというふうに言われていますただこれがやはりなかなか難しいわけですよね、えー、なかなかそれだけの方に応諾いただくということが難しいんですけれども 頑張りました。はい、えー、この10倍を超えるオ、えーダクをいただいたということになります。えー、日本ではやはりそのオーダク率というのが3%の壁というのね、えー、あったかなというふうに思いますけれども、えー、11%ということで非常に高いオ、えーダクをいただいたことになります。まあ、その要因としていろいろ考えられるんですけれども、やはり一番大きいのは謝礼かなというふうに思っております。はい、あのー。 通常日本、えー、となんていうんですかね、世界的なレベルで言いますと、多分1万円ぐらいが妥当だと思うんですけれども、やはり国内の事例ですと、どうしても3000円とかですね、かつ、えー、クオ・カードみたいな形でね、支払えることが多いんですけれども、私どもは毎回、ニコニコ現金払い6000円、かつ全部参加された方には、特産品詰め合わせをボーナスみたいな形でですね、呼びかけまして、これが効いたところも大きいかなと思います。まあ、その他に にも、えー、合理的,排除合理的、えー、な、えー、配慮はもちろんですけれども解除とか、えー、託児等あります、えー、それから、えー、宛名の方だけではなくて同一世帯の方でしたら応募ができますとかですね、えー、あるいは、えーまあ、いわゆるナッジを活用したような封筒のデザインとか、えー、そういったところの要因があってこれが実現できたのかなというふうに思っております。はい で、えー、4つ目の特徴ですけれども、まあ、ちょっと私としてはここを一番力を入れてご紹介できればと思っているんですけれども気候市民会議当然ミニパブリックスということで社会の縮図を作っていくわけですけれどもこれはともすると まあちょっと言葉を選ばずに言いますとその行政とかねそういう主催者側としてはですねいわゆる声の大きい人例えばアクティビストであるとかそういったところをこう低よく排除するツールとしても使われてしまう悪用されてしまうという懸念があるなというふうに思っていましてそれはやはり良く,ないでは良くないだろうというふうに思っています。ですので、えー、ミニパブリックス会議体を超えてより広い、えー、市民社会公共権との接続というものを重視しました。 えまあ具体的に言いますとその抽選で選ばれた代表だけではなくて次戦代表ですねえ意見がある人は意見が入れるという状況を作っていこうというふうに思いましてえアイデア募集というのを広く行いました。でえ本当はですねえやりたかったのはスコットランドの気候市民会議とかアイルランドの生物多様性市民会議のように 子ども議会というのをやりたかったんですね。将来世代の参画っていうのも促したかったんですけども、なかなかそれはちょっと難しいということで、まあ夏休み特集でアイデア募集というようなこともやりました。残念ながら周知が行き届かずですね。数は少なかったんですけども、会議の中にそれらの意見を取り入れていくということができたかなというふうに思っています。はい。えー、以上が会議前の大きな特徴という。 ここからは会議中の特徴ということになります、えー、学習熟議投票という市民会議の3つの要素に対応させてお伝えしていければと思っていますまず学習段階ですけれども、えー つくば市というのはですねご承知の通りえ研究学園都市がございますですのでまあ研究所がたくさんあるというですね地のりがありましてですねそれを生かさない手はないだろうということでえーテーマに対してですねまあ複数の専門家の方から多面的に情報提供をいただきたいなというふうに思いましてまあご覧いただいてます通りさまざまな研究機関からですね情報提供をいただくことができました。 そして2つ目の特徴はその熟議というところになりますけれども、まあ、ちょっと手前味噌ですけどもやっぱりファシリテーションというのは重要だろうということで、えー、発言の偏りを防ぐということと意見の偏りを防ぐということによって包摂性と多元性といったものを実現したいなというふうに思いましてまああのー、幸いですね経験豊富なファシリテーターの方々に集まっていただくことができましてファシリテーターチームを構成しましたそしてトレーニングももちろんですけれども 各州、えー、で計21回、えー、その有志でですね、えー、読書会なども行いまして、えー、その知見を実践にね生かしていったというところでございます。 そして、えー、最後の特徴でですす。けれども、投票です、えー、これまでの事例でもさまざまな投票方法が試みられていたと思いますけれども、えー、私たちはやはり単純な多数決にしたくない、まあ、これは共通する思いだと思いますけれども単純な多数決にしたくない、えー、そうではなくてこうみんなの思いが、えー、うまく集約できるような投票方法を実現したいなというふうに考えました。 でえー、2回目から4回目はテーマごとにです、ねえー、みんなでテーブルを回ってシールを貼る形で投票していきましたで発表以上獲得したアイデアをすべて抽出をしまして第5回でそのアイデアを吟味していって3択で投票いただきました。賛成保留反対ですね えー、賛成プラス保留が80%以上あれば改善を前提に提言案に掲載しましょうということです。でその提言案に対して第6回でさらに磨きをかけていきまして7段階の投票を行いました、まあ、7段階の投票というのはかなり多く用いられてるんですけれども私たちは、えー、アメリカのワシントン州で行われました気候市民会議に倣って、えー、投票を行いました。えー 1>, まあ1から7のうち1から3を指示と見なし4から7は不指示と見なすとただし1から3の指示の中には重み付けがされていましてえそれが平均で1.75以上だったら提言になるよというですねえまあこういうちょっと変わったえ形ですけれどもえこの方法で提言をえ作っていったというところでございます。でえどうなったかということで結果ですけれどもえ74の提言 が、えー、提言集ということでね、えー、まとまりました。まあ、13案が不採択になったというところです。えー、98%以上の、えー、支持を得たものを例として挙げていますけれども、あの提言書はウェブの方で確認できますので、ぜひそちらをご覧いただけますと幸いです。はい、えー、いろいろなね提言が得られたというところです。 でえー、もう一つ、まあ、結果としてはやはりアンケートというところがございます。えー、私たちはアアウウトトカカムムに対応してそのアウトカムがどれすなわちですね、えー、提言はあなたの思いや考え意見が反映されたものにできましたか参加者皆さんの思いや考え意見が反映されたものにできましたかゼロカーボンと住みよい筑波は両立するものにできましたか。 この場にない市民にも納得共感してもらえるものにできましたか、えー、そして提言した内容が実現してほしい実現したいと思いますかという、えー、こういった内容でアンケートを、えー、実施いたしました、まあ、全員が3以上、ねえー、選択ということでおおむねアウトカムは、えー、実現できた達成できたというところなのかなというふうに思っています。 で、えー、まだ終了して間がないところがありましてですね、えー、詳細なまとめがまだできていないところではありますけれども、えー、特筆してお伝えしたいのがですね1、えー、つは市長のコミットです。す、え、べ、ー、て漏れなく対応するよということは約束されていたんですけれども提言書受領の際第6回の最後にですねこの74の提言すべてに対してロードマップを作成して対応するというふうに約束してくださいました。まあ一歩 踏み込んで、えー、約束してくだささったとというところがありますで、えー、さらに、まあ、環境政策課、えー、担当課の方々でも自主的にですね実行計画の改定作業を1年前倒しするよと、はいえー、この提言をせっかくなのでもうすぐにね、えー、反映させていくべきだということで前倒しをするということで、えー、鋭意作業を進めていただいているところです。 ま、えー、もなくウェブサイトの方にですね詳細な報告書が、えー、掲載されると思いますのでそちらでさら、えー、なる、えー、詳細部分はご確認いただけるとありがたいなというふうに思っております以上で気候市民会議つくばのご報告を終わらせていただきますありがとうございましたそれでは次の発表 させていただきます。えっと、次の発表は英国における気候市民会議の展開につきまして、えっと、私のアイジェスより、えっと、飼い犬はと、あの、私の名前になっておりますが。飼い犬は先生から。よろしくお願いいたします。では、飼い犬は先生、よろしくお願いいたします。どうもご紹介ありがとうございます。えっと、地球環境戦略研究機関の飼い犬はです。本日は気候市民会議、その実践ワークショップ。での発表の機会をいただき、ありがとうございます。 すで、まあ、にエルスタブ先生や、まあ、いろんなあの日本の指揮市民会議についての,あの実践された方々からの発表があったのですけどもあのー エルスタブ先生のまあ発表も英国にの気候市民会議についての発表ありました。で、まあ、それもちょっと含めてあの全体のおさらいというか私の方でいろいろインタビューをさせていただいてで、まあ、エルスタブ先生にも2022年にインタビューさせていただいたんですけどもその時の結果などを今日ご紹介したいと思います。<laughs> すで、まあ、にあの実践されている皆様方の前でちょっとご紹介するの私実際にやったことは経験なくてただ皆さんの話を聞いているだけを聞いてまとめただけなのでちょっとあのこう申し訳ないというかあのちゃんと伝えられるかどうか心配なんですけどもよろしくお願いいたします。 でこれから話すことということで、まあ、英国における気候市民会議と市民陪審そして気候市民会議市民陪審の特徴気候市民会議市民陪審のインパクトこの3つについてお話しさせていただきます。で実はあの気候市民会議 とか英国の気候市民会議、スコットランドの気候市民会議、それから自治体などの気候市民会議を運営した実績を持つインボルブという団体のサラ・アランさんに分かりやすい発表資料を作るにはどのようなことに心がけたらいいですかって聞いたときにまずアランさんから言われたことはまず最初にこれから話すことを3つ。 あのまとめて書いてで最後に「今日こ,れこ,うこういうことを話しました」ということで皆さんの了解を受けるというのがまず基本であるということを言われましたので今日はとりあえずそれに沿ってあのプレゼン資料を作ってみました。でその分かりやすいと良いのですがどうぞよろしくお願いいたします。 で英国での気候市民会議ですけれども、まあすでにあのエルスタブ先生からも紹介ありましたけれども、あの非常に多くの気候市民会議が実施されています。で、まああの英国では気候市民会議と市民弁審という言葉使われてますけれども、日本はまあ市民弁審というと裁判所のあの弁審員をそう 図をされる方が多いので、あまりあの日本に馴染んだ言葉ではないので、あのだい日本でのあの会議は気候市民会議と言われることが多いようです。で、この図はあのクノカというナレジネットワークオンクラメタセンブリーというところが出しているこの図をちょっとイギリスに焦点を当てて整理したものです。で、気候市民会議とか気候あの。 市民陪審の方が赤で市民会議の方は黒のまま示しています。であの、ブルゲラットっていうところでも、ここの下のところにあの資料のところに限ってありますけども、あのそこでもあのいろんな気候市民会議の紹介がありまして、でまあ、最近ではまあコミュニティ会議っていうのも紹介されています。で 大体人数、まあ、50人程度なんですけども、まあ、その住民の数っていうのが、まあ、募集団が1,000人程度なのでかなりコミュニティの意見を反映しているとですからたい同じような人数あの会議に参加する人は25名から150名だけどその募集団っていうのがかなり違ってきているのでそれでまあその成果をどのように活用されるかっていうのもまた違ってきているかと思います。 でまず英国の気候守備会議ですけどもその、まあ、イギリスで最もあの規模の大きいもので、まあ、2020年の1月から5月にかけて開催されました。で運営したのがインボルブです。で移動家庭の中購買、土地利用食料農業のこの3つについてグループ分けされ。 であと全体的にあのエネルギーについては全体で討議したということです。でただグループ分けでやったので,で最後の,あの発表の最後の提言のところのもグループごとにやったのでそのまあ代表制っていいますか、まあ、人数108名が 3, 3分の1に分かれてるんで30名超くらいですかね。でなかなかそれで、まあ、政府としては。あの いやあまり市民を代表してないんじゃないかというようなことが言われたそうででただあのフランス結構グループ分けは非常に必要なことで、まあ、フランスの市民会議なんかでは、まあ、最後に全体で討議したりでスコットランドでもこうグループ分けするんだけどもうまく情報がみんなに伝わってそれをこう全体の,あの提言としてまとめる工夫がなされているというふうに聞いています。 でその市民会議の目的を理解してもらうということも重要でその英国市民会議ではあの参加者が理解しているかどうかを評価フォームを通じて把握したということです。あとそのいや私にとっては えっとか思っと思たんですけどネットゼロという言葉これ私何回も聞いててネットゼロってまあ普通に思ってたんですけどもあのそのそネットゼロという言葉を市民の方々に理解してもらうというのも結構あの大変な作業で。あのそののそ市民の人に貼っ 説明する前にあの専門家とかサラさんたちが集まってその発表はこういうところ難しいんじゃないかとかいろいろ議論してでこのネットゼロという言葉についてもあの数回あの市民会議の中であの説明されたそうです。で 議論を活発にかつ参加者全員が発言できるようにするには、まあ、ファシリテーターがもちろんあの重要なことを皆さんすでにご存知なことですけどもその英国気候市民会議ではインボルブのスタッフがあのファシリテーターを務めたということです。でその他の会議では通常はあのインボルブのスタッフと あのプロのファシリテーターのネットワークっていうのがあってそこから選んだ人にお願いしているということです。ただプロのファシリテーターに費用を払う余裕がなかったりそれから自治体が将来的には自分たちで市民会議を行いたい場合には自治体のスタッフや場合によっては地元のコミュニティグループのメンバーからファシリテーションを行う人材を要請しているということです。 あと重要なのはまあデータの保護でイギリスの場合にはそのデータ保護について英国一般データ保護規則というのがあってそれに従ってあのデータ保護については十分な配慮をされたということです。で市民会議の最後にまあ参加者に連絡先を公表してもよいかというようなことを聞かれたそうで許可しないと言ってもよいというようなあのニュアンスで聞かれたそうです。 まあ写真やビデオについてもそれぞれ出してもいいかということで中にはあの写真とか出してほしくないという人がいてそういう人のがいる場合にはそういう人たちだまあ何人かおられたそうでその人たちは1つのテーブルにして写真撮影やるときはで,でその写真撮影がないときはまたグループとまたこう人数をこうやりくり変かかえてまあみんなと討議するような。 いうことをされたということです。で、まあこのようなことを考慮,考慮しながら市民会議を実施されたそうです。で、スコットランド気候市民会議ですけれども、これはあの2019年にあの気候変動法が改正され、その改正された変動法であの気候市民会議の設置が義務付けられ、それに基づいてあの実施されたということです。 でスコットランドには国家パフォーマンス枠組みあのフレームワークっていうのがあってさまざ、あ、まな政府のイニシアチティブとして機能しているということでその国家パフォーマンス枠組み かパフォーマンスあ枠組みというのはウェルビーイングの向上と持続可能で包括的な経済成長を続いて全ての人に活躍の機会を提供しより成功した国を創造することを目指しているということです。で、まあ、2015年には地域の意思決定に人々が参加する権威を具体的に規定し人々になぜ私を参加させ,させなかったのですかというようなあの質問。 大きくこのコミュニティエンバーメント法っていうのもあるそうです。で、スコットランド政府というのはオープンガバーメントパートナーシップのメンバーであり、まあ、全てのイニシアティブにおいてオープン性、透明性及び市民参加に取り組んでおられます。で、市民、スコットランドにはあの参加型予算があり、また参加型予算は国家パフォーマンス枠組みでの目標の実現を支援すると。 ともにコミュニティエンパワーの目標を規定俯瞰してコミュニティに自らの目標を達成するためのより多くの力を与えているということです。でそのスコットランドでは2019年の11月から、えー、2020年の11月にかけて英国が EU を離脱すること、まあブリキシットのあのー についてあの議論する市民会議が行われ、この気候市民会議というのはまたその後に行われています。で、こういった市民会議を高級化しようとする動きもあります。で、まあこのようにスコットランドというのは 住民参加を支援する枠組みがいろいろあってこういうところを、まあ、ちょっと日本でもいろんな枠組みで住民参加を支援してほしいなというふうにあの期待しているところであります。でスコットランド市民会議あの何度かお話にも出ましたけども、まあ、子ども会議というのが併設されています。で7歳から15歳までの子どもの意見が、まあ、17歳以上の一般の,あの市民会議の 報告書と一緒に載っていますで、まあ、7歳の子どもの意見を、まあ、議員さんがあのきちっと聞くとそういう聞,聞くっていうのがちょっと日本と,と風土が違うなとあの感じたところで日本でもぜひまあこういったあの市民の意見を聞くような制度がもっと広まってほしいなともちろん気候市民会議もそうですけどもそれ以外にも広まってほしいなというふうに思っています。 でカムデンの気候市民会議というのが、まあ、英国で初めて開催された気候市民会議でカムデン気候市民会議については、まあ、あの関係者にインタビューしたわけではないんですけどもあの市民からの提案の一つとして市民パネルという、まあ、市民が自分たちができることコミュニティでとしてできることそしてあのカムデン市ができることというようなことについて、まあ、カムデン市についてはあの気候あの市民パネル というのを、まあ、設置してほしいというような要望があったそうですで、まあ、その定期的にあのカムデン市ではその気候市民パネルというのをあの行っておられるということですであの、まあ、2020年10月から2年間とかで今後も第二期としてあのされて 今さされれててて、まあ、第3期も計画いいるととうことですでこの市民パネルっていうのに、まあ、興味持った一つの理由は私はもともとエネルギーモデルっていうかそういうところから出発して今あの需要側の削減市民があのシナリオいっぱい作ってきたんですけどもそれをやっぱり実行するのはやっぱり市民なので市民の意見をどういうふうに取り入れたらいいかなということをずっと考えていまして。うん でやっぱりあの一緒にこれまであのモデリングであのよくご一緒するイギリスの UCL の, UC の,あのパイ教授というのがやはりこの気候市民パネルに参加されていてその英国の,そのエネルギー需要削減センターの中であの市民パネルをあの計画されててこれからまあ一 あのこれから1年か1年半の間に、まあ、10回ほど開かれる予定で,でそこでは、まあ、あのバイさんたちがあの書くあの作られたシナリオを市民の人たちに提示してそれに対してフィードバックをもらってまたシナリオを書き換えるというようなこういった作業、まあ、10回から15回ぐらい作って 作られるということ、あ、されるということで、まあのこれも一つの市民の意見を聞く方法かなということで興味を持った次第です。で、オックスフォード気候市民会議ですけども、えっ、ー、とこのオックスフォードの気候市民会議、その当初予算まあ二十万ポンド ということでその約半分がイプソス森というこれもあのこういった会議を主催する団体ですけれどもその団体にま委託費として支払われたということですで残りの予算がま市民のあのメンバーの借金とかに充てられてであの先ほどま1万円程度つくば市で 借金が払われたということなんですけどここはなんか300ポンド払ったそうで、まあ、日本人の感覚としてはかなり高額かなと思うんですけどもで、まあ、ただイギリスの他のところではよりもと比較しても結構大きいんじゃないかなと。で、あのーまあ、それなりに人も集まって、まあ、いろんな意見活発な意見が出たそうです。 でなぜそのオイプソスーというような大規団体に作業を委託したのかということですけどもミニパブリックを作る専門知識を有する団体に委託する必要があったとで透明性を確保し議会から市民会議の人生に偏りがあるのではないかなどの批判を避けるためというのも一つの理由だったそうです。 でもっと少ない予算で実施するのであれば、まあ、自治体のスタッフ自らがこう行う部分をもっと増やしてもよかったかなというふうに考えられているということを、まあ、そのここのオックスフォードの担当者であったあのトゥーラーさんという方がに教えていただきました。でオックスフォード気候市民会議今後5年間の行動計画を作成し必要な資金を 確保するなど現在実施しているオックスフォードの気候変動対策の充実に大きくけんけんけんこ貢献したという点で、まあ、大きな意義があったということです。で知識の共有と熟議に使う時間のバランスこれはあの皆さんも常にどのくらいの時間をこっちで,で情報提供でどういう熟議に使ったらいいかこれはもう本当にあの まあ、ケースバイケースというか、もう情報を提供することも,もちろん必要ですが、まあ、時間、それに時間を取られすぎると、熟、まあ、議の時間が少なくなると、まあ、このへ、まあは常に問題にあの、計画する時に問題になっている、議論の対象になっているということです。であと、1つ、まあ、ちょっと規模は小さいんですけれども、オックスフォードではまあ市民陪審というのが開催されています。 でこれは、えー、とヘルスケアと都市化に関するグローバルセンターというのがオックスフォードにありまして、まあ、住民、コミュニティ、学者を対象として年に 2, 2, 2回1時間の公開セミナーオックスフォード大学があの開催されておりましてこのセミナーでの議論が元となって、まあ、オックスフォード大学から気候と健康に関するプロジェクトへの資金供与を受けることができる。 とということで、まあ、開催されたそうですであのオックスフォードにはその、えー、ストリートボイスというようなのもあってこの,あのまあそういったこうこう場所を通じてあのネットワークネットというか、まあ、SNS SN のようなものですけれどもまあこういったことを通じて、まあ、結果とか、まあ、あのを,を広められたということです。 で市民会議の特徴ですけども、まあ、すでにご存じのことばっかりなんですけども、まあ、無作為に抽出された市民で構成され、まあ、抽出に関しては年齢、居住地、意見、収入などが考慮,考慮され、送別抽出が適用されることが多い。で25名から150名程度で構,構成されるのが一般的で、まあ、年全部でまあ6回程度の会合が開催されています。 で参加者は最初に複数の専門家の講義で最新知識を習うと、まあ、あの今朝のお話だと、まあ、専門家だけではなくて、まあ、いろんなそこの関係者といいますかいろんな心うし 市民側、専門家ではない、まあ、一般のこういろんな作業をされている方の意見なども。で先ほどのオックスフォードの市民陪審では、あのオックスフォードではいっぱいの交通規制があって、この道は通っちゃいけないとか、で一方通行で、この地域に入るのはあの、ある地域に入るのは、車が入るのは非常にあの規制があるとか、ただそこにやっぱり救急車が入らなきゃいけないので、あの市民からは救急車の,あの、まあ、救急、 救急車の運転者とかあの隊員そちら側からの意見を聞きたいということであのそういう方も呼ばれて検討されたそうですであの参加者間で熟議を行って、まあ、専門のファシリテーターが議論をサポートするということを行いましたで、まあ、政策提言を行うというのは、まあ、市民会議の大きな特徴ですで、まあ、参加者の行動変容につながったり政府に対する市民の信頼 を高めることにつながったりりしておりますで英国ではなぜ多くの,あの気候市民会議が実施されているのかということでありますけども英国の多くの地方自治体市民気候危機宣言を行ってましてこれはあの日本でも同様にあの非常に多くの自治体であのネットゼロ宣言を行っているということです。ただからその問題を解決するにはそこに暮らす市民の賛同が不可欠ということであの まあその多くの自治体では市民会議の提案を実行計画に反映されていますで。また市民の理解を深めるということも一つ大きな目標で、まあ、いろんな情報を判断してるんですけどもやはりその理解を深めるためには科学に基づいたまあ正確な情報を得ることが重要であると。で市民会議でまず市民会議開催の目的が 提示されて専門家から分かりやすい説明が行われた後と市民の理解を深めるための軸日が行われ提言が作成されるということです。で一般市民の関心を高めるということも一つの大きな目的とされています。まあ、ウェブを通じたりそれから市民会議を開催する前とかまた開催中とか開催後とかあの適宜あの主催者側が。 そこから、まあ、市民に意見を募るような、まあ、あの、およくで意見を募るような形を行われているということが多いそうです。で、マスコミに取り上げられることによって、その関心が高められます。で、帰国市民会議のインパクトですけども、まあ、政策とか社会とか民主主義、まあ、こういった密について影響が あの大きいいのではないかとで政策では、まあ、提言が政策に反映されるとか市民の理解を得た、まあ、政策の実行ができると。で社会では、まあ、話し合いの場を提供することによっていろんな知識が学べられるとか、まあ、市民活動が拡大できるとか。で、まあ、民主主義これもご、まあ、午前中にあのい,くいくつかご意見ありましたけども。 まあ代表性民主主義に代わるもものの人模索といいう意見もございますフランス気候市民会議の場合ではあのこういったことも議論されたそうです。で現在のまあ代表間接代表民主主義の欠陥として長期的視野の欠如や公共の利益より政党の利益の優先などが挙げられているとこれはあの英国の英国っていうか海外での人の意見で、まあ、日本でもちょっとこういうことあるかなというふうに感じたところです。 で、そのインパクトの例としては、まあ、あの政策、社会、民主主義、それぞれについて、まあ、実践の影響とか、その考え方への影響とか、能力構築への影響。で、まあ、フランスの気候市民会議では、あの実際にあの提言が法律として、気候レジリエント法。 法として成立したり、それから他のところでも実際にあの行動計画に反映されたりというのがまあ、非常に大きな影響かと思います。で、社会的にはあの市民の行動変容につながったりまあ、そのどういった報道がされるかというとことかまあ、市民企業の対応の変化にも影響があるというふうに言われています。で、やはりこの民主主義の形態についての議論が多いようです。 で今日話したこととして、米国における気候市民会議、市民陪審、あとその特徴、そしてそのインパクト、この3つについて、ちょっと簡単にご紹介いたしました。どううもごごありがとうございました。